はい、お疲れ様でーす。はい、お疲れ様でーす。やりまっかー。待って、FM ちゃんも手伝ってくれるんですか？もちろん。はい。玄徳さん、勝ったんですね、じゃあ。タッチしりすけど、自分。そうなんですよ。いや、いいねー。ただ、まだマスターランクまで生きてないです。させっしゃさせっしゃいけるっしゃ。モンハンやりたかったよ、普通に。よかったよかったよかった。ちょっとこれどんどんやろうぜ今。うん、そのどんどんやろうぜは信用できないんですけど。めっちゃだけど。とりあえず緊急で、うん、あの、なんだっけ、いぶしまきひこが出てるっす。おう、え、もう早っ。そうなんですよ。もう3週間前ぐらいだよね、でも買ったの。まあまあ、そんぐらいするね。ちょくちょくやってて、一人で、
一からだと思ってた、今日が。ああ。ええー、さすがに。あれ？パッドが優先接続されないんだけど。俺も、なんで？なんで？あれ？ああ、できたわ。ちららら。おしつってんだ。あれ、どう？えひめちゃん、オーバークロックの。感想は。オーバークック？オーバークック。オーバーウォッチ？オーバーウォッチ？オーバークックね、ガチでおもろい。あれ。オーバークックってどういうゲームなの？4人で協力してご飯作るゲーム、うん、あれか、あーあーの二次会ゲームみたいなやつか。そうそうそう、いやマジで、うん、ずっとやりたいって話してたんで、ね、うん、あれを、うん、じゃあなんかあのね、やっぱ仲いい、あのプロレスできる友達だったらめちゃくちゃ面白いと思うわ。プロレスできる友達、プロレスっていうか、あ、プロレスできるほど仲いい友達ってことね。そういうことね、うん、え、ガチプロレス？いや、ガチプロレスとかなんか、あ、言い合いできるってこと？言い合いとかなんか煽り合えるみたいな、体でもなんかこういじり合えるみたいな、なんつうの、なんかこうなんか叩いて怒られない人みたいな感じ。あー、はい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 なるほどね。だからやっぱ小中高とかの友達とかどうとか。なるほど、うん、え、あのじゃあケロッピーちゃんたちやったん、昨日は。メムちゃん、あれどこい、え、コンクリート打ちに行った？そう、昼夜でガガ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 ガッつって、え、マイクが行ったってこと？あらら、パソコンか、ま、固まったかな。なんでやねん、固めんのコンクリートだけにしとけよ。でも最近なんか OB のパソコンなんかすげえ落ちるみたいな話してて、あ、なんかそれ、あれ、ガンダムブレイカーだけじゃなくて、それ、あの、バロラントも。あ、そうなんだ。そうそう、なんかゲームを起動すると一回落ちるみたいな、で再起動をかけるとなんか、そうそうそう、治るんだけど、なんかなんだっけ、グラボの新しいドライバーをインストールしたらそうなるようになったみたいな言ってて、あー、ジホースの新しいやつか、マジか。だからなんかをアンインストールしないといけねえわみたいな話をしてて、大変だな、それさ、ね、めんどくさいよね。なんか俺も一回この PC 版のモンハンに移行した時に、う、全然そのゲームが起動できなくて、そのゲームちゃんのあの状態みたいな、ガンダムエボリューション最初そうだったじゃん。ああ、なんかが足りませんみたいな。そうそうそう、それを探すの超大変だった。マジでやだよね、わからない殺しすぎてさ、ストレスたまるよね。あ、戻ったか、エフンちゃん来たかな。あ、チャットから消えた。ちょっとちょっと、どうした、大丈夫ですか。つけるとパソコンが触るんですかね。なんか、スキップがつきっぱなしだけど、溜まっちゃう。問題解決に行かみます。OK、オーライ。ナイスだ。なんでやる。重くなってきたからかな。パソコンちゃんも。固まりやすくなった。分かってんね。いや、今日めっちゃ寒くなかった？もうね、異次元変わってたよ、もう。なんか季節が冬やんと思ったもん、うん、最近いる、びっくりしょ。なんかさ、
首元ある程度寒いじゃん、うん、もう今すぐにでもマフラーしたいけどさ、うん、今はマフラーしてる人誰もいないから、うん、ああまあまあお悩みがあるわ確かにマフラーはちょっとまだ早いか、早い気がする、ね、ネックウォーマーウォーマー、ネックウォーマー、タートルネックの服とか。ネックウォーマーといえば、あの誰だっけ、レンちゃん、レンちゃんのあの写真思い出そう。懐かしい。なんかあったっけ。インスタかなんかで、なんか過去の未来の自分へみたいな、なんかすごいなんかめちゃめちゃ痛い自撮りのツイートをして、はあ。あのちょっとやっぱ自分でも恥ずかしいと思ったのか消したんだけど、うん、ちょっと俺らが見てたっていうバッコシ画像保存されてるような白黒のやつだよね多分あそう電車で撮ったのか分からんけどさあ、ネックウォーマーしたもんね。そう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 、あ、ダメだ、コントローラーできねえ。マウスでやろう。マウスで？マウスでやったことないっすね、それに。お部屋作った方がいいっすか？あ、お願いしていいですか？お願いしてもいいですか？お任せロリ、うん、どん、どん、さすがに俺、玄徳さんフレンドじゃないな。そうね、これどうやってやるん？一番スチームで招待するのが一番いいんですけど、スチームでフレンドなろうや。あのユートさんが部屋入ってユートさんが招待したら、あ、そっから俺がそうだね、なんかそのゲームに参加みたいなか。ユートさんには今送ったかな。あ、これ入った後ない、入ってねえか。ゲームに参加したんだ。招待されたらどうなる。入ったぜーん。オゲイヤさんと銀徳さんってゲームヘロのフレンドですか？フレンドじゃないで、うん、あれフレンドじゃない、まだ。あれいやブロックしたからすまん。あらららあらら、あららあらら、あらら、フレンドになってきますか。そうっすね。で今クザン結構やばくね、ワンピース。もうブラックビアードとね、なんかねがっつり関係があるっていう。いや、なんか10人目のあれなんすかね、黒ひげの。なんか狙いは別にあると思うけど、普通に入ってはいるだろうね。やだ、遠藤さん、チームのあれ、フレンドの追加の仕方わかります？いや、わかんないっすね。今なんか招待行かなかった？あ、ユートから招待来た。うん、あ、それでシフトタブでゲームに参加押して、参加できたのかな、これ。郵便局の猫に話しかけて招待されたロビーに入るみたいな。え、オッケー。あ、シフトタブで郵便局、これか。郵便屋さんの招待にされた。入った。おお。え、でこれで FM ちゃんとどうやってフレンドになればいいの？何だっけこれ。モンハンから入れる。モンハンでフレンドになれたの？普通にあれじゃない？スチームからやった方がいい。シフトタブで FM ちゃんクリックしてあのフレンドになるとかできなかったっけ？一緒にいる。ロビーのメンツって出てこないのかな。あ、FM これじゃね？フレンドリストに追加でいいのかな。お、来たかも。来た。すげえ。まんじゅうろう JP かな。多分。承認。はい。あ、できた。サンクス。やりますか。やりまっか。
あ、これで周回しといけばいいの。どうやっていくの、ゆめちゃん。俺この生き方は分かんなかったんだけど、なんか過去のところ右下の、あのスクロールあるじゃないですか、なんかいろいろ。はい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 、これ拠点移動ですね。あ、ほんまや、あった、サンクス。あ、そっか、なんかサンブレイクから拠点違うのか。そう行くぞ。おい、FM 来た。よし、FM。すごい、なんか装備がシャンティやな。シャンティやん、シャンティやん。これどうしようかな。さあ、緊急クエストの前にちょっと手伝ってほしいクエストあるんですけど、いいよ、いいっすか。 OK。 ちょっとソウさんが、なんか思い出せない。ああ、そうっすね。じゃあそのクエスト把握してもらおうと、お願いします。 SS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 S
で初めて死んだ相手とライズで初めて3落ち食らった相手が同時に来てるんですよ。陣容型玉三つ、そうマジでエグいっす。陣容は普通に3落ちしたわ。めっちゃ強ないあいつ。急に強くなった気がするんだよね。ね。陣容が出てくるランク帯で。あ、そう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 。玉三つもね、もうよくわかんねえし。あ、ご飯食います。あ、飯食ってね。あ、いえ。玉三つのあの青泡状態がね。ね。なかなかに。わけわかんねえと思って。状態で攻撃食らったら倍ダメージ食らうみたいな。あ、そうなんだ。そう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 。だからあんな削れるのか。うん。ちょ、ユート見てよ。タチの課金買っちゃったよ。え、かっこよ。え、課金したらそんなもらえんの？重ね着で。これ。めっちゃかっこくね。めっちゃいいよねこれ。あ、やば。1個250円です。安っ。全部騎士集めると1500円ぐらい。あ、高え。全部騎士はね。あ、まあ、だ使う武器だけでいいやと思って。めっちゃいいな。そうそう、他にないのなんか。あ、全部騎士あるよ。あ、いやいや、そうじゃなくてその一種類だけだね。あ、まだこれか。タチはこれだけ。いきなり。ファンタシーシスターオンラインみたいになってる。おい、ファンタシースターオンラインみたいな。マジで。うん、知らんかったんだ。そうなんですよ。おらぁ、それですよ。全部もらっちゃうよ。そうだ、俺もあの尊重クエスト進めてないから虫で飛べねえわ。あれ虫でやんだ、あれ。あ、虫じゃねえ、村でやんだ。なんか隠れキャンプみたいなのがあって、うん、そこ見飛べるの。ちゃんとあるんだね、アイスボーみたいな。ジオンが行きまっか。あ、近いね。オッケー、オッケー。あ、いたわ。あ、なんだあいつ、なんだ上にいんの。よこいしょ、出ます。目標発見。いいよね、このライズ使う。サンブレイクから3人分の体力になってるからしっかり。あ、そうなんだ、4人分じゃないんだ、もう。痛いです、危なー。これさ、あれ、ん、なんだこれ、どうした、邪魔くせえんだけど。これ俺が設定やっちゃってんのかな。なんか武器構えると、おう、なんちゃら斬りみたいな出ちゃうんだよ。え、なんかガイド手みたいな。そう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 、なんだろうそれ。いろんな、危ない、危ない。危ないね。エフムちゃん、これスラーク？スラーク。ええー。だけど、
知れそうさ分からへん。やべえ、スラークむずいよな。むずい。アイスボーンのミラボレアス戦ですげえ使ってたけど。ああ、アイスボーンね。そう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 、めちゃめちゃ特攻入るみたいな、使いやすいみたいな、はい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 、それで使ってたけど。アイスボーンぶりかこれ。あれ、危な。この闘志を力に変えて。固っ。なんだ、どこ切ったんだ今。いって、なんだこいつ。めっちゃ下落ちたんだけど。しょうがない、今回はこれでいこう。研ぎます。おー、クラウンかい。傷つけ動作とかないの、ちょっと最初慣れなかったでしょうか。いやマジで最初からなんか切っていいのかなみたいな。やること少ないやん。最初やっぱ傷つけて壁ドンさせてみたいな、うん、あったやん。そうそうそう、それがもう基本やったもんね。ね、それがないからなんか。どう、あ、なんかタオミさんのとこ行きやがった。なんだ、あ、あれ乗れるぞ。あ、乗れるのか。送流します。ナイス。じゃあ俺はこっちを。えい、あ、間違えた。どうした、これでいいの。 FM、 あ、やべ、 FM 送流だ。いやいや、頑張れ頑張れ。ちょ、今のうちの裏設定をする。やっちまえな。やってみせよ、アクティ。ナイス。なんか玉椅子でダウンしてるわ。ナイスナイス。すっげえ、はい、ナイスナイスナイス。あぶね。ナイス。ジオンが逃げた。ジオンが逃げた。エゲム、あ、どうする。タマイスにやるか。いや、先にジオンが行こう。オッケーっす。精神を研ぎ澄ます。移動しましたね。いるわ。なんかこっち来てね。死なばだ。早くね、ユートの。あ、あれか。あ、なんかダッシュ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 か。いやー、いやさー。お、なんだ。あー、外した。おお、うわー、すまね、粉塵ショートカットにないんだ。あ、送流できるよ。行きなよ、マフティ。なんか送流ボタンみたいなあと。違うかな、見間違いだったかもしんね。あー、はい、ドーン。もう禁止？違うか、まだかな、まだか。アプソル？やり遂げました。おお。しすぎやろアプソル。でも一番好きなのはディザソルやで。改造。え、アプソルの進化系。超かっけ。ちょうど俺らがやってたぐらいのポケモンがフィーチャーされてるから。そうそうそう、多分ルビサファーとかよね、関東上都のポケモン。おねおちゃんの世代だとポケモン何が流行ってるの？何の、ブラックホワイトとか。多分ブラ
ダイパやろやっぱ。あ、ダイパか。ダイパなんだ、同じなんだね。ダイパやと思うし、ブラックホワイトもやと思う。でも、うん、自分自身があのポケモンをやったことがなかったから。あ、そうなんだ。かっこ悪い。剣立てが初やね。めっちゃめっちゃリアル、リアルってガチすぎやん。リアル。そう。剣立てクリアしません。バカ野郎。いや、あなたが言うなよ。いや、バイオレットスカーレットなんかさ、あれらしいね。なんかトレーナーに見つかっても同意のもとじゃないとポケモンバトルが始まんないらしいね。例えばさ、こっち見たらビックリマークでさ、うん、ポケモンバトルが始まんないの。戦えますかみたいな。そう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 。出るんだ。なんか優しい設計。え、どうしたん？早っ。強っ。失敗ありよ。ナイス。足玉の顔面怖い。お前大事に使うからね。足玉な。あ、俺のお供がるから名前。あ、足元終わってる。足玉のピンクがトリッキーやったのに、全然ピンクじゃないや。あ、真っ赤真っ赤ないでしょ。玉みつねどこ。俺についてこれるかな、マナ。マナに乗ってんだよな。マナ、まだこっちじゃねえな。なんだって2番だ、2番だ。やっちまったぜ。ん、これどうやっていくのこれ。あれ、やべ、ゲンさん、こっち、そっちそっち、こっちじゃねえな。じんちゃん、あれ、こっちか。ちょ、マップが全然わかんねえ。ロックさん。やめなさいよ。あの人息してるんすか。いてぇ。ねえ、レベチ。なんだなんだなんだ。何をしてんだこいつ今。おお、なんか倒れてる。ラッキー。なんかめちゃめちゃ倒れてる。すごいすごいすごい、こいつが滑ってる。でーん、なんだ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 、ボコボコやん。ボコボコだよ。もう引いてる？ナイス。よし、ポキった。ナイス。ナイス。ラージャンじゃね？ラージャン来た。あれ、来てねえ。でもなんかどっかのフロアに近くに来てる。オーマイガー。いてえ。おしっこが。あ、だめだめ。にゃー。ドーン。ちょ、何？あ、え？あ、ナイス。マウスでいけたね。マウス？今、あ、マウスか。こう、あゆみちゃんは強っ。手つりそう、小指。やべえ。なんで反応してねえんだろう。悪くない。なんでだろうね。インファの時もたまにあったけど。でも初めてやね、これね。あんま強い装備やとあっけなくてもんないかな。
いやいや、いいよいいよ、ここだってまだチュートリアルオブザイヤーだ。田村の砥石は天下一。さっさとやろうぜ。さっさとやろうぜ。いやー、こんなしこたま苦戦したやつらが。あったけー。一応ラスボスは倒したの、えひめちゃん。あ、倒した倒した。おお。サンブレイクの？これそうだね。報酬少な。なにこれ。なんか素材、欲しい素材あったの？いや、特には多分ないと思うけど。あ、あれ、あれか。オトマエルとかがたくさん拾ってくれるからか。それで。え、これあれ？なんか百竜夜行もマルチでできんの？あ、できるできるできる。あ、できんだ。あれ、多分ソロじゃない、多分めちゃめちゃつまんねえと思う、あれ。あれ、クソムズないだって。そうだね、意味わかんねえもん、だってあれ。特別なクエストが来ています。じゃあすまねえ、緊急クエストを手伝ってもらってもいいっすか。全然、あーざます。受注可能なクエストはこちらです。ホムラの加護がイブちゃんです。オッケーいうとあれっすか、日光行ってたんですか。日光行ってたよ。うわあ、いいね、懐かしいね。ね、ほんでなんか行ったよね、中学ぐらいの時にさ、修学旅行とか社会科見学とかで。あ、いや、杉並区は行ってねえな。あ、マジか。うん、スキー教室だった逆、多分。急ぎます。その代わりに。あ、じゃあ高校で初じゃねえのか、スキー教室が。うん、中学で一回スキー教室あって、はい、だ多分普通にできる人コースで俺やってたと思う。あ、マジか。最初高校の時はね。さあ参りましょう。エムちゃんスキー教室とかあった？え、ガチでない。え、ない。じゃ、一回もじゃあ滑ったことない。滑ったことない。マジか。でもなんかそれっぽいところ行ってなかった？なんか雪っぽいところ。いや、行ってないんだよね。あ、マジか。あ、でも、でもすごいタイムリーだけど、あの、今年、年越したら行きたいなみたいな話をしてる。ああ、ちょうどいいじゃない。そうそう、あの滋賀なんですけど、うん、琵琶湖バレーにスキー場があるんですよね。え、琵琶湖ってなんか滑れる場所あるんだ。そう、あるあるある。へえ。ああ、だって琵琶湖が凍るもんね。だってそんなにね、規模えぐない。岐阜県ほぼ凍ってるやん、もう。そしたらさすがに山に雪降ってが、もうめっちゃ近いところにスキー場あんのに、行ってないのが逆に、いやびっくりすぎるわ。うん、そう、行くしかないやん、これ。いやいや、なんで行ってなかったやん、これまで。本当に行ってないね、マジで。もったいない。いいの、近くにあんのはいいね。近くにありすぎるから逆に行かなかったのかもしれないね。うん、ああ、ありそう。それあるよね。逆に、中学の頃スケート教室だったよ、俺。スケート？え、どこ、どういうこと？あ、スケートやるよ。ローラー、普通のローラースケート。あ、ほんまの氷のスケート、スケート。アイススケートか。アイススケート。すごくね。FM4 回転半したん。でねえな。いや、マジで、あの、学年で行くんですよ、それ。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ。スケートって、そんな、大人数で行ったら、狭いじゃないですか。いや、狭いでしょうね。あれ、こけたら、めっちゃ危ないんですよ。いや、他の人巻き添えになるんじゃない？指切ったらどうすんだよ、みたいな。あー、なんか足、あれ、やばい、なんか、あれか、鋭利なやつなんだっけ。そうそうそう。でも初心者ばっかりだし。恐ろしいな。スケート教室、怖いよね。でも都内でもなんかたまにあるよね、ちっちゃいスケートリンクイベントで作ってますみたいな。
あーあのない高田の馬場に高田の馬場か大久保にね、うん、あるんで あるんだあれがスケート場みたいな あリンクがそうそうそう、そこ行ったことある一回滑った滑ったあのあれよなんか俺らの学年ディズなんかそれまでディズニー泊まる宿泊のあれやったんだけど、うん、俺らの一個前の、うん、あ一個上の年代とか小学校の頃、うん、だから俺らの年代なんか人が少なくなりすぎてなんか金集まんないからスケートに行ったの悲しくねそうそうだから日帰りのディズニーとアイススケートになって準備はいいディズニー宿泊なくなったあらら、うん、だからおぼなかな泣く泣くアイススケートそう思うないくそなんか悲しくね、うん、なんかその前に一応なんか児童館みたいなところでローラースケートみたいなのやったことあったからおー感覚は言ってたんだけどあの痛いね痛いうわだって氷だもんね下そうなんかその時めっちゃ痛くなくてもめっちゃあざになってるとかああ気づいたらねそうそうそういやーねちょっと待ってよちょっと会話が都会すぎるっていやいやいや高田のババとかはもうアーバンやもん、ね、いや高田のババアは田舎やで聞いたことある名前が出てくるのちょっとやめてよ稲妻ロックフェスに言うてんねんいやそうだ稲妻ロックフェス行ったんでしょう羨ましいわちょっとねマジでこれもなんで行ってなかったシリーズみたいないやいやマジいや岐阜だったらえあ滋賀かいやめっちゃ熱くねめっちゃいいよねクソ羨ましいわしかもそんなになんか狭いサイトじゃないからね聞きやすいだろうしあ、フェスって基本的に当たるよね羨まそれがあのフェス初フェスやったねうんなんかもうフェスがどんなもんかは全然知らなくて、うん、あんな体力使うなんていうのスポーツじゃないけど催しはどんなんいやまあライブだしな本当にフルで聞かないでどっかでねあんまり聞いたことないやつは なんか休憩みたいなねいやマジででもう一回行きたいわマジでいやだろうないいねよかったら開催してなんか雨じゃなかったっけいやもう一回聞いちゃったからあマジでなくてね、大丈夫興味ないアーティスト寝なかった強そう興味ないアーティストは早めに終わってくれますね逆に俺はああ何が興味なかったの逆にかっこいいアイドルマスターだってんだよかっこ笑いおおラッキーポンチさん泣くでアイドルマスターの、うん、あのあ指導なんとかってあ、なんかいろいろあるのかなんか男バージョンみたいな男バージョンあるんですね男バージョンのアイドルバッターで、うん、めっちゃ人いたんですよ、それえぇ、ー、そうそうそうツイッターもそれだけ1万人みたいなえぇ、ー、早めに終わってくれて終わった、うん、あとね、もうほんま全部もやみたいなよかったよ。だね、よかったよね、見る限り。うん、あれ、モノクロも出たんだっけ？モノクロも出たんだよ、モノイロクローバー Z。あ、出たらしいね。あ、別の日か。へぇ、そうそうそう。稲妻ロックフェスで出てるイメージがめっちゃ。なんか新しく好きになったアーティストとかいるん？オーラル。あ、オーラル？オーラルもいたんだ。聞いたことなくて、うん、なんかめちゃくちゃ失礼なこと言うけど、あんま曲聴いたとき、あんま好きじゃないなってやってたんですよ。その時は。うんうんうん、
でもライブで聞いたらなんかめちゃめちゃ人ないみたいな。うん。あれ女性ファンえぐいね。女性ファン多いと思うよ。えみたいな感じで。多分結構顔ファンが多いと思う。オーラルボーカル普通にかっこいいから。でまあ。狂乱しか知らんくて、その時あ、狂乱なんかのオープニングだよね。で、あの聞いたらマジでめっちゃテンション上がるやんみたいな、めっちゃ好きだったね、めっちゃ、うん、なんかあるよね、マジでライブで聞いて、うん、めっちゃいいやんこの曲みたいな、このバンドみたいな、あるあるある、ライブ化けするみたいなアーティスト結構いると思う。マジすごかった。もらった。でも声出せないのがねやっぱもったいないよね。そうそれ決まりようとした。声出せないなんかモッシュだいぶモッシュがないとか結構玄徳さんとか言ってましたね。そういう点がそうね。セクス多分ラブライブハマる前はそっち系のライブが多かったのかな。うん、じゃあこれあのコロナ流行る前配信してる。うん、すっごい俺からして羨ましい。もう楽しいからね、行っちゃうよね。行っちゃうよね。行っちゃう。行って。なんだこれ。なんだこれ。行って。おい3回くらったって。なんおいつ。なんでバサルモス出したん。セカジーぶりやねん。グラビーは見てないな。いんのかな。わからん。あ、消えた。あ、終わった。いったーい。クソ操作むずい。これなんだこれ。リロードマウスだったら怖い。行くいいかもしれん。あ、ソーリーできるよ。あ、します。ナイス、だってつけんだ。バサルモス、お前。あいつら俺に任せ。やってんだで思い出したけど。全然どこかスタンプできたんや。うん。あれさ、うん。すごい使いたいんだけどさ、あの、うん、使いたいスタンプめっちゃ多いんだけど、うん、使うのが気まずくて使えないスタンプが多すぎるので。どれ？あの。あの JP のそれはエグいっすとかさ、JP がいる前にダメだ。いやいや全然いいよ。全然いいよ。誰が言うのもあれだけどさ。全然いいと思うよ。俺はまあ別にやってもいいけど、別にまあそれ出すならあのラッキーポイントの OK を出せるかな。ああ。そうだからもうマジで。それ配慮して、あのみんな買った後、ショップで反映されないようにしてるから。あはははそう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 。全然ええて。オッケー。出してるわけないから。そう。カオスの時、あのグループ全員鍵沼が出てくる時ある。そうある。みんなオッケースパンで使ったから。でおちんちん同好会のなんかスタンプの他に柿沼個人が作ったスタンプがあるんだけど、そう柿沼自分で作ってたのかな多分なんか。そうでそれでなんか普通に高校のメンツの自分自身以外の高校のメンツのスタンプもあったんだけど、なんか俺と言うとだけスタンプないんだよね。あ、気使ったよ、ね、そう気使ったのか。エムちゃんあれよ、俺があのポンチにさ、あの使ったのかよって言われたやつ、俺がなんか申し出、はい、あ、何やったっけ、あったな、あったな、みたいな意義を知ってきたの多分。あれか、そう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 
自分の顔をスタンプにしてない、あいつは画像で。そうそうそう、自分でスタンプホルダー作って今スタンプになってんじゃん、あの OK のあれをそのスタンプじゃなくて写真で返してたのね。もともとなんかそういう傾向あったのよ、なんか、うん、あーそれがあの夢叶いましたみたいな感じで自分で作れるようになって、そう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 、めっちゃ笑ったのが、ツイッターであいつと結構絡んでた時に、俺とレンがリプを送り合ってる時に、うん、なんかラッキーポンチョの話になった時にあいつが入ってきたの、うん、そしたらなんかあいつが自分の画像を送ってなんか変顔のやつを送ってなんかスタンプにしたの、うん、その時のレンの一言がポンチョさんもっと自分を大切にしてくださいって秀逸すぎていやどうだろう、SNS やもうなんでフリーズバイになっちゃうよ。でもまあなんかあのダンスラッシュ界隈、うん、なんか普通に顔出ししてるからまあいいんじゃない、うん、なんか普通になんかラブライブみたいにエンカウントみたいなあるんでしょ。ああそうだね、なんかイベントっていうか大会とかでね、はい、モンスターが見てるよ。でもなんかもうほとんどダンスダッシュの方にはあんまり行ってないくて、やるはやるけど、あ、そうなの、本当になんかダンスの種類が違うらしくて、あ、自分がやってるやりたいやつと、そしたら、まあ、名称しかわからんけど、どういう違いか俺にはわからんけど、うん、まあ、ノリがやりたいのは本当はなんかダンスっぽいダンスみたいな、なんかあれって譜面踏んでなんかそれこそなんか踏んでるだけみたいに見えちゃうやつなんだよ、ダンスラッシュ。はい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 、そうじゃなくて動きを加えた本格的なダンス、うん、をやりたいから、そっちやっちゃうとそれの練習ができないから、それがなんかサーフだと思ったりとか、あとなんか結構やっぱそういう界隈にもいろいろめんどくさいのがあるらしくて、あーえうわ、なんか来た、こいつがイブシマキヒコ、あ、オッケー、おーおー、これのね、これ風神なんだけど、うん、風神の片割れで雷神っているじゃん、うんうん、雷神の雷神的なやつがマジで気持ち悪い、気持ち悪いマジか、うん、センシティブすぎる、センシティブすぎるそんなか、あ、なんか飛ばされてる？ああ、なんだ？こんなに必死回ったけど、ここぶっ壊されるんだよね、普通に。あ、ぶっ壊されるのか。ああ。あ、いて。そうだね、そのスタンプでもいいんだけど、ラインナーの前に作り上げたいと思って。ああ、ラインナーの方がね、めっちゃおもろいの、ね。マジか楽しみやな、何ができてるんだ、ケロッピーちゃんにもちょっと使用していい、これもらってケロッピーちゃんのなんかすごい鼻がドアップになってるやつ、鼻がドアップ、それちょっと本人に聞いた方がいいんだ使っていい使ってくださいなんかめちゃめちゃ使おう、ケロちゃんがなんか買ったやつで、なんか牛乳かなんかの跡みたいなのが、あ、日本列島に見えるみたいな、日本列島に見える、マジで日本列島に見えるの、マジか見てー、それだけすげえなんか山田ハウスみたいなんで体の部分を一部ドアップにしてるから、あーなるほどね、サムネみたいな、こいつ何をしてんだ、マジでよくわかんねえな、うん、あ、そっち行ったのか、え、ちょいちょいゆめちゃんのインスタに出てくる友達のあの後ろ姿とか
顔の人ってあれケロッピーちゃん大半ケロッピーちゃん全然なんか違うな俺がなんかかすかな記憶を頼りにした、まあ、ケロッピーちゃんとまあちょっとはまあ多分ちょっと違うと思う、ね、あの大阪ファミで会った時とへえー、あんまりこれは適切じゃない赤抜けとはやんないかんけど男に男が磨きがあったってことだなるほどなあ髪型か髪型っていうのは本当にマイキーみたいな感じじゃないか、ね、マイクなんでマイキーマイキーマイキー、マイキーかプロレスやってるうえ、なにこれおナイスすげえ。すごいうわおうわおうまいね今の PSP だったら処理中してるね間違いなく止まってるわなんか地球防衛軍とかさ雲出てきた瞬間めっちゃ重くなるもんねいやめちゃめちゃ重たいガクガクになるよねフレームレート1みたいなめっちゃ出すからさ、このままじゃ。え、エムちゃんって PSP とかいじったことある？ないんだな。え、ないの？そうだよね。そうだよ、ね。もうその世代じゃないんだ。え、5つ下だっけ？俺5つ下？26でしょ今俺は。姉がや、俺の。俺の姉が俺の5つ上俺とゆめちゃんの姉貴って同年代だね 26?27 か同じでじゃあ4つ4つ下そうだ4つ下だよ俺の弟と一緒だえでもおかしいな PSP いやマジで多分おかしいと思うじゃあゲームがそもそもそんな遅かったのかなんかな、なんかそもそも勝ってもらえなかったっていうのもあるかもしれない。あるよね。ええ、音？音？死がそういうの多いってなんか聞いたことある。おい、やめとけ。なんか死がね、ゲーム買うのに1年ぐらい待たないとダメみたいな。新作が出てももう新作出てるみたいな。PSP 1000に届いた後になんか3000出てるみたいなそうそうそうそ う, そう全然違うよな1000と3000はマジでしたかったよ俺も同じマンションに住んでる友達とか、ね、64あったんですけど64お願いやらして行かせてくださいってお願いしても行かせてもらえへんかった SNN 64の話64のの6464の話インターネットは別に関係ねえだろ大事よ64いやなんかちょっと今度見てほしいエミちゃん時間あるとき64のだから 3DS だったらパーンって音じゃんいいかな CM64 だと64そう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 違う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 ゲームキューブだよゲームキューブだけど64ちょっと今度見てほしいそうそうそう、うん、あとないから見るかうん、なるほど。ちなみにアブストロの鳴き声は、ふんをよ。ちなみにね。マジで好きやね。大好き。バグーダも俺結構得意なんだよね。ああ。バイポバグーダ知ってる？エフちゃん。いや、ちょっとマジで分からんから笑えへん。バグーダ知らん？あの、そうか。バグーダ、見ないのか。ポケモンじゃないでしょ、だって。ちょっと喋るから。あれ、そうか、ルビサファーしかいないのか。うん、じゃあちょっとさ、そのバグーダの調べるついでにバグーダの鳴き声聞いて、今の俺のクオリティをちょっと、ね、比較してほしいよ。そう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 。出るじゃ似てるね。でルナトーンは誰だよ。ルナトーン。ルナトーン。そうだ。
それではまた。ルナトーンはもはやもやりすぎて俺が覚えたわ。でもソルロックはちょっともうちょっと汚いよね。みたいな。ちょっと俺トイレ行ってきていいですか。あやさ、うん、俺もトイレ行きます。あやさ、迷っておられますか。私もよく食事の献立で迷います。そうまたどうぞ。ちょっとお供が歩くのをちょっとほう方向見えるようにしたいんだよ。あ、これ重ね着。そうなんだっけ。裏行けばいいんだっけ。そうだね、ちょっと見てくる。おい、よいしょ。トモボード、できねえのかな。うん、お供ガルクのさ装備の投下とかできないのかな。投下だからさ、これって俺さ、これ装備着てるけどさ、装備わざと外してるようにしてるじゃん。うん、お供ガルクもなんか同じようにできないのかなみたいな。ああ、言われてみれば。ああ、なるほどね。もう裸にするしかねえってことか。弱くなっちゃうな。裸にするしかねえのか。重ね着とかでないのかね、なんかそういうの。俺のこのできるかね。どうやってできる感じ。オートンボード、これオートンボードか。センキュースペンサー。この装備管理の装備表示設定でしょ、多分。センキュースペンサー。ほい、いいね。なんだ俺。やりましょう。アイルの名前も女優名にしてね。来た。これ。やっぱ足の間はこの色っしょ。赤いね。かっこいい。え、ってかゲンさんのこれさ、なんだっけな、なんかのゲームの犬だよね。なんだっけ。これなんだろうね。でもなんかイベントクエストでもらった。犬神かなんかのゲーム。あ、そうなんだ。うん、もう見た目良くていいね。それ。あ、飯食ったわ。どうしようかな。なんかキークエストを。あ、いいクエストですけど、別にキークエどんどん進めてもらって。オッケー。うん、じゃあ。なんか何やってもいいらしいよね。なんかその標準するやつだって、標準になってるやつだったら。あ、みたいね。うん、じゃあイソネミクに行きますか。出ました。よう分からんけど出ました。ロードが早いね。あ、ちょっと待って、原産はい、ギルドカード交換しよう。
あー、そうそう、確かに。どうやってやんだこれ。あ、これオプションからキルカードで受け取る。決定。FM ちゃんにも送っとくぜ。 Thank you, スペンサー。いつでも行けるぜ。間違えた。ごめん、まだ準備中です。え、あ、来た。受け取ります。さて、よし、行きますか。はい。おい、ん、大丈夫か。ミスを破棄しましたってなって。あ、いや、やっべー、準備完了できてなかったっけ。あ、やべ、ごめんくー。あ、これ途中参加ってできます。できる、できる。うん、もう一回、あれか、ボードから。俺が行きゃ OK。 すまんくー、すまんくー。え、磯根美くんにってカゾンにいるんだ。どんどん行くよ。氷のイメージあったけど。ジューベックがクエストで参加勝利者。早すぎるわ。ロードえぐいな。あ、食ってる。なんか食ってますね。いや、こんなとこ来たの初めてよ。うおー、なんだこれ。どれ、あ、あれか。おいつか。すごい。おいっす。おいっす、おいっす。邪魔でだるす。あっつぁ。最近見てないな。いやいや、おもろいから。うわ。そうそうね。俺最近して YouTuber が、元 DJ TV の YouTuber と、あ、なんか見たことあるの。たくさん頼め。みんなおすすめに出がちよね、多分。あ、三ツ星の波。そう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 。なんならチャンネル登録したわ。もう。20万ぐらいいるよ。あ、そんないんの。しこたま述べてますやん。切り抜きと、あ、竹をぶつける。ああ、あの、俺なんかあれ見てよ、 VTuber。 おう、ペコ、ペコーラ、ペコーラ、あ、釈迦とかとやってたっけ。なんとかペコーっていう。なんか FG はやった FG。 ああ、はい、っと、ただこれ地声であの声だったらすげえなと思ったんですけど。おー、確かに。そうか。この投資力に変えて。うわー、大丈夫か FM。 ありがとう、任せろ。いたかっこいいね、ちゃんと虫の攻撃。マジ？Thank you, Spencer。 Yes。 Thank you, Spencer。 バイオハザードリメイク4めちゃめちゃ面白そうなんだよ。いや、ガチで。いいね。アクション要素強めって感じで。ヒロインもめっちゃ早く仕上がってるし。期待できそうっすか。期待できそうですね、これは。あら、スチームと PS5 だけ。もう PS5、Xbox、Steam かな。そうだ、もう PS4 はダメなんだ。あ、PS4 も出るわ。出る出る。あ、あるんだ。ほら、出るって言われるからみんなちょっと不安があって。えってなんか PS4 のさ、最初入ったらグラフィックちょっと落ちるみたいな。あー、そっかそっか、もうね。やば、なんだこれ。
なんだこいつ。あ？あれ起きねえ。オッケー。あ、起きた、ありがとう。あ、今や全部やってる。全部やってるよ。すごいよね。初めてやったゲーム。バイオ2、そっからやってたよね。最初は全然何もできなんか最初のところずっと死んでたから何が何だか分かんなかったけど。マジですげえ。重いなあのゲームは。なんか。3DS の体験版とあのガラケーの。あ、バイオハザード1のやつだね、それ多分。そうそうそう、ガラケーめっちゃやってたわ。ガラケーのやつね。親にやらしてもらってた。そう、親の携帯でめっちゃおもろいあれ。じゃあガラケーだとちょっと怖さがないからね、あんまり。あれじゃない、FM ちゃん 3DS の体験版のやつ結構ホラー要素高めのやつやったかな。なんか青い人たもマジでビビった。あれ結構怖いっていう人多いからね。へぇ、昨日もビビりながらやったらしい。全然守る。なんかストーリーもしっかりしてるから、だからおもろいってのもあるかな。普通にアクションだけじゃなくて。決まったね。いいね、ストーリー。そうそうそう、このゾンビは。それじゃいただくぜ。え、いろいろ。マジで麻酔なしで脳を取り出したからめちゃめちゃなんか命令に素直に聞くみたいなとかもいろいろある。そうそうそう、ガチでバイオハザードってそんなあれなんや。そうそうそう、しっかりしてるんや。うん、ゾンビにもいろいろ。全然うまくじゃないと思ってた。こいつはこのウイルスになんか耐えきれなかったから暴走してこんな肥大化したみたいな。うわ、そう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 。設定がすごいな。上手に枯れました。キングダムハーツやりたいんだよね。あ、やりなさい。ガチおもろい。そう、なんか、うん、え、パソコンでエピックやったらできんのかな、あれって。あれ、スチームに出てなかったっけ。出なかったっけ。え、今あんのかな。まあ、エピックでもあると思うけど、やっぱりワンから。ワンからやった、ワンからやった方がいい、マジで。一応時系列順か、あれ。そうだね、うん、もうちゃんとワンやって、まあいろいろあるんだけど、うん、2やってもいいし、ガイデンやってもいいし、なんかワンと間のやつもあるんだけど、うん、それがなんかちょっとゲーム性が違うからムービーだけみたいな場合もあんねん。でもなんか全然1から普通にそれやんないで2やってもちょっと保管されるから。ああ、うん、それでいい。普通にナンバリングだけでも全然楽しめると思う。1、2、3やってみたいな。ああ、なるほどね。うん、そのなんかあれ、うん、うん、あ、いいよ、何。あの、3DS のやつ体験もやってたんだよね。なんか 2.5 みたいなやつだよね、多分。そうだよね、覚えてないけど。うん、でもガチで面白くて、それが。あ、じゃあもうやった方がいいよ。絶対多分それおもろいって思うんだったら、うん、1とか2とかマジでおもろいと思う。なんか買わなかったんだよね、やっぱ。うん、違ったから。しかもなんか、うん、ハードが昔のやつだからね、1とか2って。プレ1、プレ2、うん、あ、プレ2か。はい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 。いつでも出られます。
一応 PSP とかで出てるやつで過去編やったりとか、うんうんうん、いろいろあるんだけど、うん、そもそもキングダムハーツって1とか2の間めっちゃ空くのよ。例えば2か3の間とか、あの発売する時期というか、3PS4 か3のゲームだからめっちゃ空いてんのよ、2から3の間って。めっちゃ空いてんね。そう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 、そう、だからその間でなんか PSP とか 3DS とかでなんかこうナンバリングじゃない外伝をやってたみたいな感じでいろいろ出てんだけど、正直マジでこれ誰が来るかじゃねえよ、うん、あっちでもあのナンバリングだけでいいと思う。ワンツースリーやっていくって感じで。もう確かにそれの方がマジで良さそうやな。うん、余るくさいなマジで。でもなんかあれじゃない、ディズニーとかのキャラクターめっちゃ出るから、うん、こういうね、ちゃんとディズニーのストーリーを沿った上で主人公が介入していくって感じだから、おもろいゲームだね。うん、あと FF のキャラクターとか、そう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 、あー FF ね、うん、FF ね、 FF ね、 FF もね、やりたいよね。そうね、今年の冬に、うん、FF7 の過去編のやつが出るから、あれもおもろい。そう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 、 PSP でね、やったやつがリマスターで出るんだよ。リメイクか、リマスター、リメイク、リマス、なんかまあ一応そんな感じよ、なんかね、うん、クライシスコア、気をつけて、気をつけろ、めちゃくちゃ、うん、FF10 を放出するんだけど、うん、FF14 はやるじゃないですか、オンライン、あるね、うん、あれマジでやりたいなと思ってて、でもさすがに FF やってディズニー始めるのもちょっと面白さ半減すればなと思って。まあでも別でおもろいんじゃないそれは、うん、それで14で、だから魔法、うん、魔法すらもわからんから、ああ届かないだよな。あでもあれよ、だってミヤちゃんめっちゃ14やってるって言ってたけど、多分 FF 他のやつやってないと思うから。あそうなんだ、うん、全然楽しめるとは思うけど、うん、ね、めちゃくちゃ興味ある、うん、なんかファンタシスターオンラインみたいな感じなんでしょう。あっぽいね。そうだね、その対比じゃないけど、うん、ドラクエ10があるじゃん。はいはい、あーあるね。ドラクエ10も楽しかったけど、うん、ドラクエって見た目が終わってるじゃないですか。そうだね。すごい嫌、それが嫌でちょっと FF14 まあまあまあやりたいです、ね、グラフィックは多分ね FF 強いだろうからね。マジでそうそう、うん、ただやっぱオンラインゲームだから、うん、やっぱ普通の FF よりかはちょっと若干グラフィックが落ちちゃうんじゃないか。あめっちゃ綺麗だと思うけど、うん、あれよね、懐かしいね、FM ちゃんの配信見てたの懐かしいな、 FF10 のなんかダイナマイトかなんかで爆発したやつ。ダイナマイトなんかあったっけ、 FF10 って。なんか洞窟だよね、なんかそう結構最初の方の洞窟で中ボスかなんかの爆発にやられて全滅するみたいな。つまずくところが、味方に爆弾投げられるコマンドがあるっていう常識がないから、もう確かにね、そうね、うん、味方にも攻撃できるようになってるね、うん、ちょっと、うん、海で、うん、水の中でサッカーするとこでちょっと今止まってるんですよ、完全に。あれね、あれ終わってアースから立つってなって、うん、終わっちゃってるんですよ。いや分かるよ、すごく言いたい気持ちは、うん、でもったいないな、なんかちょっと戦闘スピードなんていうのあんなもんなんかな、ちょっと俺遅いって感じんねんけど、どうしても
まあまあまあ。そう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 。ちょっとそれがね、って感じになって、思い越しをね。それは仕方ないな、マジで。あげる理由を探さなあかん。言い訳でしかないけど。ね、FF ってマジで面白いんでしょ、あれって。面白いですね。10は面白いし。やっぱ、プレ2のゲームだからね。やっぱ。今のなんかドラクエの、しかもね、ふーちゃんのドラクエの新しいやつやった後だったからね、なお感じなんじゃないか。そう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 、昔のなんか我慢ね、ドラクエやったらギリできるけど、まあ、それこそそうだね、天から始めるっていうとやっぱ結構難しいかもしれないね。いろんな FF のキャラクター、FF のゲームやって興味湧いてやるって方がいいかも。だからそれこそセブンのリメイク、今出てるやつとか、うん、あれはすごいよね。あれは本当にアクションゲームちゃんと、あれで FF に興味出たら、そう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 。テンは多分他のシリーズと違ってちょっとだけ違うんだよね、バトルシステムが。そうだね、あ、うん、そうなんや。そうそうそう、あんな感じじゃないの、ほんとは、普段は、普段のシリーズは。マジで RPG 寄りにしたみたいな感じよね。そう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 、だから若干それに慣れてないからスピードがちょっと遅く感じる感じ、うん、セブンのリマスターめっちゃありなんや。セブンのリマスターリメイクはガチで面白いと思う、あれは。おもろおもろ、めっちゃパンツ見れるしね。見れるね、いや見たいね。乳首を見れるで。え？ガチ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 。マジ？おお、ティファのね。いやもうほんまやで。ティファの手首もっとめちゃめちゃダウンロード数多いらしい。ねえ。そういうことか。そう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 。セブン。PC にあんの？PC でもあるよね。え、PC にあんの？あるよ。いや買うわ、次セール来たらじゃあ。一応だから、コンシューマーより発売時期はちょっと遅いけど、うん、そうそうそう、PC で、もうしこたまがしついやつが出てる、うん、あ最初、なんだっけ、エピックの方でしか出てなくて、うん、ちょっとうわーってなってたんだけど、俺も、うん、けど、Steam で最近出たから。マジかよ。そうそう、最近、もうマジ今年かな、出たの。今年の夏ぐらいに出たのかな。ほんま、まあ、よ、うん、リメイクインインターグレード。そうだから FF7 リメイクにプラスダウンロードコンテンツで PS5 限定のなんかちょっとした別の話がついてきたんだけど、うん、PC 版だからそれ全部セットになってんの。へえ、あ、これセール来たら買うわ。そう、 FF のねSteam のやつね、全然セール来ないからマジでそういう時に買わないと。まあね、テンとかもめっちゃ昔のゲームなのにすげえ高いからね。高いね。なぜかテン2もセットになってるからね。それもあってちょっと高いんだよね。そういうことか。テンもそうだし、あのフィフティーン、フィフティーンか、あれもフィフティーン、クソ高いからね。あ、緊急出た。なんだこれ。お、いいね。八ヶ滝。なんだこいつ。初めて出たかな。セブンリメイカーでもだ。うん、マジで。初めて。神ゲーですよ。全然 PC で初めからやりたいと思うゲームだ、あれは。もうじゃあ PC でやるか。やるか。セブンリメイク。PS5。PS4 のやつまだ終わってねえけど。それはもうやめて。やめてね。全然ありだと思う俺。やっぱな、有識者がいると違うね、モチベーションが。
あのインターネットの身をならないやつよりいいわ、そこそこ。でもね、本当に最近のゲームってマジで当たりはずでいろいろあるからね、見極めるの難しいよね。難しいね、うん、でももう COD はもう見限ったからでもいいよねもう買わなくていいっていう。めっちゃおもろかったのがさ、あのさ、ええ、あの東京ゲームショーでさ、やっぱ大々的に出てるわけじゃない、うん、なんか COD はさ。ああそうね、でいろいろ配ってるさ人とか多分スタッフだと思うねん、 COD をね。うん、その前にゲッツさんがさ、誰が買うねんこんなみたいなのって目の前でねあれは笑ったちゃんと旗踏めよお前らっつってもらってるやつらにねったのがさ、あれだよね、 COD 今のやつさ、ターミネーターとコラボしてなかった、なんか。え、そうなの？え？キャラクターがターミネーターになるの？そうそう、アーノルド・シュワルツのライガーになってた。マジ？マジで？なんでもありやな。でもそう、しまい追いすぎでしょでもそういうコラボしないともう誰もやんないんじゃないの？マジで外人しかもう層に向けてないね、ターゲット、うん、日本人はもう多分諦めてると思う。いいな。なんだこの雲、気持ち悪い。マジでラッキーやったよな。一番そう、BO2 とかが楽しかった時期が本当にね、一番良かったそうだよね。でも何気に俺あの結構おちんちん同好会でやってた MW 結構面白かったよ。いや普通にあれカスタムもね面白かったよね。めっちゃスナイパー。そう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 。あれやりてえな、またカスタム。あの時ってあクロスプレイか、みんな PS4 の人もいて PC もいてみたいな。はい、COD はそうね、カスタムがマジで面白いね。CW も多分ほとんどカスタムやってるそうそう、ゾンビかカスタムみたいな。ちょっとカスタムだけでいったらちょっと1000円とかで売ってくんねえか、買ってくんねえか売ってくんねえかマジで頼む絶対キャンペーンでめっちゃ金取ってんだと思うんだ。いやほんまに、なんだこれ気持ち悪い。おおサンクス、いたーいたー、気持ち悪い。この投資力に変えて、あ、ナイス。なんだ、ん、何これ、なんか、ああ、焦点すんねん、ちょっと。おぉ、いっちゃったのね、うん、炎を出すやん、なんだこいつ。ほんとクソデカ金玉が弱点か。おぉ、トライフォビアの人結構このモンスター苦手や。なんか、なんだこれ、変態のフェロモンゲットした。ナイスいって、あ、ほんまや、変態のフェロモン。あぶねえ。うわあ、どこどこ FM Thank you。 昨日そういえばなんか FM ちゃんじゃねえや、ゲンちゃんと OBA がやってるバロラント配信したからちょっと見たけどさ、ゲンちゃんめ普通に上手くない？いや多分そんなことないと思うで。マジか、なんか多分全然、ちょうど俺が見たところがさ、うん、あと一歩でエースのなんかところ、あ、出たー、なんかあったね。そう一回だけ、一回だけエース取れそうになったんだけど。でもマジでやっぱりいろんな人が言ってる、スキンによってバンダル当たる当たらないあるかもしんないね、あれマジで初期のバンダル当たんねえんだよあれ、えみたいな。でもなんか人かもらったバンダル使うとしこたま弾当たりみたいな、あ、そういうことねみたいな理解しちゃう。
機能。ワンランプやってるのめっちゃいいっすね。そう、始めたんすよ、ついに。PC 買ったならね、やっぱやるしかないっしょ。あー、間違いない。だよな。そっか、昔 PC 買ったら PUBG 買ったけど、今バロー。いや、バローじゃない？いや、ちな、俺は CG でしたよ。あ、そうか、俺も CG だったかも。マジ、今週もの CG 多分全然違うよね、あれね、PC は。いや、もうマジでね、あれいいのよ、あれ俺マジでもう一生できるわ、あのゲーム。好きなんだ。ずっとはできないけど、なんかこう、こうなんかまたやんねみたいになる。きや、ああ、うん、なるね、うん、CG ね。ちょっと値段も1000円ぐらいだしね、安っ。うん、昔のゲームだから。ああ、そうか。あれでもうだって10年ぐらいやってる。そうだよね、ゲンちゃんが高校生ぐらいの時、グーゼ君に PSO でやってたもんね。そう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 、長いね。俺はなんかこうサバイバルゲームとかやバトルロワイヤルゲームより、ああやったなんかこうタクティカルシューター、決まった建物内で、建物内というかステージ内でやるやつの方が好きだわ。やっぱかる。そう、サーチとかも面白いもんね。そうそうそう、一回死んだらとりあえずそのラウンド終了みたいな。楽、緊張感あるよね。バロとかもなんかやっぱその日その時間集中みたいな感じだから、うん、めっちゃやりやすいんだ。バトロはなんかたまにお散歩ゲームになるからきついよね。そうだね、時間の無駄感が半端ないよね。いや、マジでマジで向上が見られないんだよね、俺エイペックスに関しては。本当にビジョンが見えない。ビジョンが見えない。逆にすげえと思う。なんか今さ、いろんな人やってんじゃん、エイペックスさ。うん、なんかちょっとしたなんか有名人とかね、人とかもさ、うん、すげえなと思う、マジで。いや、 PC エペ慣れてえな。キーボードで、キーボード、あー、そう、そうちゃんに結構いろいろキーバインドをおすすめ聞いたから、あ、そう、設定変えて慣れたいし、その PS4 の時にやってた友達とも全然できてないから。ああ、そうかそうか、そうそうそう、やらないとなと思って。そうだね、さすがに CR ある、ね、できなくなっちゃう。一番おもろい時期やん、じゃあ。そうそう、いろいろやりたいゲームがあるもんね。もう渋滞してる。シージも本当やりたいんだけど、そういうとこじゃないんだよね、もう。熱い。あ、いや、死んだ。死ぬかも。死んだ。あ、イエーイ。ごめん。何こいつ。マジやばい。おお、ノイス。あ、やべ。剥ぎ取れるかな、これ。いや、俺、剥ぎ取りが気づいてる。ガチでだから。行くで。あ、近いじゃん。隣や。いるか。いけるいけるいける。何だったのこいつ、最後までよく分かんなかった。なんか最後のイタチの手をね、イタチの手を、イタチやろう。あ、剥ぎ取れたわ。まだいる、あ、いるわ。可愛いやろ。可愛いやろ。いや、すまん、うちゃん。いや、すまん、こいつでも俺に懐いてねえからな。なんで呼んでも来ないときあるし。いい、いや来るんだけど、なんか乗せてくれないというかさ、なんか、うん、気分やすぎる。もらっていくよ。画質よ。なんやこれ。とりあえずあれ買わねえとな、俺。なんだっけ、
サウンドなんとか違うか、なんだっけあれ、アストロのあミックスタンプだ。ああそう、あれ買わねえと PS4 の人とできねえんだよ。なんであれ買わないとなんでできないの？ディスコードてか PS アップか、パーティーチャットがさ、あれ片身になっちゃうから、あれねえと。あーゲームと VC で。確かに。そうそう、あれそう、パツヤとかはなんかそのビッグスタンプかませると携帯で PS アップ開いて、でそれをパソコンとつなげてんのかな、つなげればなんか一緒に音一緒になるでっつってって感じでやってるらしくて。今ちょっと安くなってるらしいね。しかもいくらなの相場あれ、1号とか。ああそうなんだ。うん、なんか2種類ぐらいしかないんだけど、安くてめちゃめちゃみんな使ってんのは1号16。でなんかこだわりたい人はなんか2万とか、はいはい、なんかするけど、その何、安くなったや なると1万ぐらいで買える。1万2000とか。なんか元々そのなんかメジャーなやつも2万5000ぐらいしてたんだけど、なんか今1号ぐらいで値下げしてて、工場的に。そうそうそう。モンブラン編も買ってんのそれ俺持ってるけど、なんかそういう使い方したことなかったわ。あめっちゃ便利やん。なんかね、わすげえ、ラージャンティガー、ディアブロ、オロミドロ、マガエマガのゴシャハギ。妖怪大決戦や。それ一つのクエスト？あ、あいや、キークエストか。ラインナップ。うん、じゃあお猿さん行くか。ラージャンだ、ラージャン。休憩。さて。行きます。オーケー。オーケー。リンカやからね。あははは。さて、行きますか。おお。いやはや、結局どうなのエヒムちゃん、アイルーとオトモガルクだったらオトモガルクの方がいいのやっぱり。あでも、そのなんかめっちゃ強い敵やったら、アイルーとかの回復めっちゃ役に立つから。あそうなの。あと素材集めるのとかアイルーの方がめっちゃ集まるし、強くすんならアイルーなんだ。移動するの大変とか秒で殺すやつやったら絶対ガルクの方が火力出るし。これどこいる？あ、いるいるいる、そこの岩の後ろ。おーお前、あーいたわ。こんにちはーす。あつー、見切りできねー。すごいヌメヌメしてんね、このラージャン。アイスボーンのラージャンとは全然違えわ。細くなってるよね、若干。うん、痩せた？ほい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 、危な。あったー、まだどこ行った？アスカ文化タックか。なんだ、捕まってね、なんか投げられたやろ。やぶなこれ先行、あ、ないのか。
オッケー。よろしくお願いします。もうアイスボーネ慣れてます、そういうの。いいっす、いいっす。なんか見切れます。これ尻尾だっけ、この状態って。ああ、もう解除できてる、早っ。遅いけどできえな、なんか。なんだろうね、確かに。めっちゃポンチョさんに似てるよね。ポンチョさんはあれじゃない、なんだっけ、ちゃわちゃじゃない。あ、そっちか。フォーのね、フォーのね。あ、FM社4はやったことあるの？4あるよ。4、ん？世代どこだ、モンハン。モンハンね、うん、まさかのトライ G。 トライ G？ いやでもね、あ、でもそうか、いいよね、3DS のやつ、うん、いやもうトライやりたかったよ。でもトライ金かかるで、ネットするのに。そうよね、モンハン、だから Wii だから、うん、全然トライ G でいいと思う、うん、トライ G で初めてモンハンやって、うん、あのお供がチャチャブービとか、ああ、そうね、そうね、すっごいショックで、アイドルじゃなかったから。ああ、そうだね、変わってたよね。モンスターが狙ってるぞ、面白かったね、なんかいろんなモンスター出るもんね、トライ G ね、もあるから、ね、マジでもろかった。いいよね、水中戦結構やりたくなるよね。確かに。か普通に今までやってきた中で多分一番難しかったらしいね、トライ G が。うん。ああ。ジョブラキとか。出た。めちゃめちゃ難しかったもん。確かに。出たな。あれおもろかった、おもろかったけど、まあ、今ではいい思い出って感じだけど。出た。俺ともう一人の友達とパツヤとあと。うん、ラッキーポンチョでジョジョブラキやってたね。おほほ。で、もうみんなもめちゃめちゃいい動きしてて、ずっとやってたから、あ、もうこれ足引きずったのよ。やあ、仕掛けるぞーっつって。ね。一人のやつがね、罠仕掛けたね。よしよしよしって。よし、あとはここに呼び寄せるだけだみたいに言ったら、ジョジョブラキってもう何しても一発で死ぬのよ。本当に。ちょっと小突かれただけでもバーみたいな。パツヤがまさかのちょっと小突かれて罠直前で死んでゲームオーバーになったね。そん時の空気もうマジでおつやおつやよ。おつや。一人はめっちゃガチのやつだから、なんか、まあ、まあいいよとは言ってもめっちゃ態度に出ちゃってんだねやっぱり。でポンチョとかはやっぱりなんか、ね、何してんだよパッな、そいつタナコって言われてるか、パッツァンは、うん、なタナコはみたいなんですって。で俺もずっと笑っていて、なんかそれでパッツァンもなんか責任感じてんのか、なんか一人で修行するわとか言い出して、一人でずっとジョジョブラッキーを永遠に死ぬっていう悲しい状況になったのがいい思い出やね、マジで。見たかった。えなちゃんもある、なんか友達とモンハンやって空気悪くなるとか。あ、なかった。あったね。あるよね、あるよね、やっぱどこでもあるよね。あるね。一回、うん、帰らされたね。帰らされた。待てガチ。どういうこと。マジリアル一緒にやってて。いやでも小学校だよそれ多分。あ、中学1ぐらいか分からんけど、うん。なあ、覚えてないけど、でも帰らしたのは、帰らさられたのは覚えてない。お前下手くそだから帰れっつって。いやどうだろうね、なんか、ちょっと考えよう。そんな、すごいな。まあまあまあ、それだけだよ、マジで。やっぱりね、その時期ってね、やっぱり一番ね、あの人の気持ちなんて考えてないから、ね、そう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 。平気でそういうこと言えるからね。でもそういうの経験していいなってなるよね。やっぱり。何を勝った時にそうなった？え、マジでほんまに覚えてないねんけど、うん、
マジで大したことなかったと思う。あ逆に、そのジョジョブラギみたいに頑張って買ったやつとかはやっぱ覚えてる。あ頑張った系はなんかそのしょうもないやつはあんま無理やな。それで言うとエフミちゃんとかとやったあの歴戦を、あい歴戦をネルギガンテとか、ネルギガンテとかのあれはもうめちゃめちゃ燃えたね。あれはバハルト噛みすぎたね。マジで、なんであんなおもろいやろな。やっぱあの学生の時っていうあのインフィニティタイムで始まった。夜中とかずっとマムタロットやりながら喋るとかね。あったもんね。できない人やったな。なんで俺なんだよ。あジーベック。味方ちゃうんけ。勝ったな。いやこの前も話したんだけどさ、そのあれエフちゃんも覚えてる、あのモミジ、モミジさんの陣、あゼロジーバの陣、ゼロジーバの陣、ゼロジーあれモミジってなんだっけ、福岡だっけ、あれなんだっけ、岡山か、あ岡山さし、岡山な、岡山被害者の被害者の会、実質できますよ。マジでリーダー優斗で、いや岡山マジで人怖えっす。モンスターしかいねえ。超やでマジで。えぐい。びっくりしたわマジで。まあそうあれよ、ゼロジーバの人言わなかったけど、ゲンさんに。もう俺この話聞いてないかもしんない。ああマジか。あのそうちゃんが、なんかやっぱ俺らよりちょっとやってなかったから、まだあのワールドのラストボスゼノジーバじゃん。ああそうね、そこまでクリアしてなくて、まず痕跡集めとかがやってたん。ああそう、そんなのあったね、であったね。もみじさんとかがやりたいクエストとかに、そうちゃんが入れなかったよ、ストーリーやってないから。ああはい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 。だから俺がじゃあ俺そうちゃんと二人でやるから、あのそっちでゼノジーバーとかなんかやりたいクエストやってていいっすよみたいな感じでやってたの。で、そうちゃんと二人でやってて、あの時ってゼノジーバさ、なんか時間とか何回かやってゼノジーバ出現しましたみたいな。ああそうね、できる。そう、だ結構希少なモンスターだったじゃん、イベントとかもない時期だし。そうだったね。ゼノジーバがもうめちゃめちゃレアで、でストーリーやってれば確定で出るじゃん、ゼノジーバってラスボスだから。あそうか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 。でそうちゃんは確定で出るわけよ、ゼノジーバが。モミジさんはどうしてもゼロジーバーがずっとやりたくて、別にやってたわけよ。俺とそうちゃんがストーリーやってる間も何回もエフムちゃんとモミジさんと京介とか、ね、でいざね、あのそうちゃんがそのゼロジーバーの会になった時に、まあそうちゃんがいつも通りあのクエストを募集するじゃん、さっきまで一回も手伝わなかったもみじさんが急に、そうちゃんゼロジーバーのとこにいち早く入ってまだ2つ空いてますよみたいなこと言ってんのよ。おーあーいやみたいな。さっきまでさらさら手伝わなきなかったやつがそこだけね、一番最初に入ってこじきしてくると、あれはねみんななんかちょっとね言葉を失ってね。えぐいな。いやあの人って年上でしょ、だって俺らより。えそうなの。そうよ、で俺らがそうあのもみさんがやっぱなんか次の日仕事だっつってだから、あの早めに抜けたのね、でその後4人になって、口揃えてヤバくないっすかみたいな話になって、それ以降やらなくなってしまって、うわ社交性が死んでた。やるっつってもなんかボイチャやらないで、俺らディスコードでやるっていう。あ、
モミさん、そういうことするのも面白いけど、たまになんか物申すからさ。なんだっけ、ツイッターでなんかね、ちょくちょくね、世の中に対してもみじ構文が始まるから。あった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 。うん、懐かしいなあれ。ザ・ネットって感じだったね。ちばっちさん元気してるかな。懐かしいな。ちばっちさんはマジで、俺は悪いことしかしてねえからな。あ、そう？いや、あの遅刻したりとか。それはいつものことや。あ、でもそうか、外から見たらまあまああれか。終わってる。終わってる。だってあれよね、なんかあの武蔵の森の時2日間を俺のこと待ってたもんね、千葉さん。あ、そうだっけ。どっちもそうか、遅刻してるか。そう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 。ほんまにそれ。いやでも、いやマジで前科がありまくるから何言っても無駄だと思うけど、武蔵の森のことに関しては事故、本当にあれは事故。あれマジで、でまさか多分初見は多分結構ミスる。都内に住んでるやつがまさか電車間違えるっていう。いやでもあの電車は本当に分かんないと思うわ。そうだよね、ちゃんと分からないと思う、うん、あれ、ひめちゃん、よっさんとはゲームやったことあるんだっけ。ね、いやどうだっけな、ないかな、うん、ないと思うな、うん、よっさんは BO4 か。 BO4 だね。 BO4 だね、うん、気づいたら嫌くなってた。そう、まあ、基本よっさんの話適当に流してたんだよ。エキスパンダーとか。エキスパンダーん？やば。沼津連れてってもらってた仲なのに。車も出してもらって。なんかヨッサンさ、わかんないんだけど、そういうのがあったから俺はヨッサンとちゃんと仲良くなってたもんだと思ったら、なんか実はやっぱりなんか思うところあったみたいな。思うところあったみたいな感じだったからさ、ね、やっぱわかんねえな人ってのは、ね、改めて人生勉強になったわ。ねえ。いい踏み台になったよね。あれ、ツイッターとかで絡んだことある、えひめちゃん、よっさん。はい。ない。ない。あれ？ないんだ。マジで全然喋ったことないと思う。だから俺らが真っ黒黒とか言ってるのしか見たことないって言ってる。そうだね。あ、よくわからん壁のアートに個人が撮ってあって、あ、よっさん、俺がよっさんいじりかっていうファーストインプレッションを覚えてるわ。あれ大阪じゃなかった、大阪ファンみたいな、ね、うん、いやだからね、ひめちゃん聞いてた。俺だからそれさ、よく身内でやるああいう感じのいじりをやりまくってるからね、あのいいもん、いいか悪いかってわからない時があるから、聞いたのよ、よっさんに。俺は、うん、よっさんマジで嫌だったら言ってくれと、嫌だったらもうやめるから、どう、大丈夫って聞いたの俺はね、うん、リアルで会った時に、うん、全然大丈夫だよみたいなこと言ってるから、そう、大丈夫なのかって言って、何がいけなかったのか未だにそう分からない。黒いりじゃなかったでしょ、だって分かんないよな。だからもう最後になったのが2年前ぐらいの CSM の仮面ライダーのおもちゃを会う、なんか届ける時ぐらい、ね、ああそう、その日の機嫌なのかな。狙われてるぞ。それにしてもか、いやなんか、それこそなんかツイッターでなんかげんちゃんがアカウント作ってた時に、うん、げんちゃんがよっさんのことをなんかブロック解除したみたいな
ことがあって、予算がね、そう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 。ジュビク、あ、ごめんごめん。大丈夫。あ、いやいや、予算がじゃなくて、銀ちゃんが俺がロック解除したことがあって、あ、俺が、うん。それをなんか俺がライブ配信してるときに、うん、よく YouTube でライブ配信したから。シルリーかなんかレーンとかでやってた、うん、それをヨスさんがコメントでね言ってきたわけ、うん、ゲンさんに嫌われたわみたいな、うん、で確かにブロック解除されてたのよね。あ、そういうのはよくねえなみたいな話をヨスさんが言ってたわけよ、ね、はあ、はあはあはあ、うん、だけど、うん、って言ってた本人が逆にやってるわけだからまた意味がわからないわけよね、そこで。そう、それ多分あれだな、多分ラブライブ用のアカウント作った時にじゃない、もともとあったアカウントを別にみんなダブルから整理しただけなんだけど、そう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 、結局そうだったね。そう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 、それ、いや、それはそうなんだけど、結局いや自分が嫌だと思われたことをやってしまってるわけだからさ。まあまあ、そうか、そうだな。そうだ、ちょっとそこでうんってなって、なんかあの時ゲンさんに言われて気づいたんだよね俺らね、うん、俺なんかブロック解除されてねみたいなよっさんいないんだけどみたいな、さっきまでさ、なんかゲンさんからしたらさ、さっきまでなんかバンドリのこと聞いてたのにさ、そう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 、 LINE とかでなんか多分聞いてたと思うんだけど、 Twitter 見たらなんかよっさんよっさんどうして、マジでもうあんまりぐちゃぐちゃになっちゃって、ぐちゃぐちゃになっちゃったね、やっぱ、うん、分からんもんやんな、うん、元を返せば俺が悪かったってことか。いやでもゲンさんだけだったらゲンさんだけだけど、みんな知ってたくない、だってそうか、ああでもそうか、みんな一斉にやってたのか、うん、あれパツヤだけなんかされてないんだっけ。いや、なんかあいつだけなんかフォローし続けたみたいな。おお、そう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 、ブロック解除されてもなんか、うん、なるほど、いった、なんだこいつ、あっぶな、え、ちょ、お前強くね、こんな強かったっけ、いった、いや、やばい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 、サンクス、え、クソ強っ、強いね、やば、追いかけないと、一撃が重たいな、いって、なんか食らった、え、なんでなんでなんだなんか爆発したぞ俺の体いやでもそのヨッサンの話になるけど、うん、ヨッサンがいる中でのその俺の YouTube の動画である動画がめちゃめちゃおもろくて、はい、レイニア入隊の陣みたいな、あーなんか BO4 のあれがクソおもろくてカオスすぎて会話がずっとそんな時あってましたね。それこそなんかヨッサンの人の初めてのなんか絡みみたいなのをヨッサンがなんか言ってて、そうかそうかそうか、なんか俺が、あれ富士急だよね、富士急でヨッサンとなんかたまたまラブライブのイベントで一緒だったから、なんかヨッサンも来てるみたいな、あーはい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 、そうだ、ツイッターで会いませんかみたいに言われてたけど、俺が永遠仕方してて、そうよねちょうどグラブルンとかやってた時じゃない、それでイベントが忙しいからっつって忙しいし、いやなんかめんどくさくねみたいなこと言ってて俺そう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 、見てないことにすっかみたいなそれを本当あれ絶対嘘でしょみたいな話したやつがめっちゃおもろかった、いやいやいや会いたかったみたいな、実は終わってる終わってるじゃあなんかレイニアは極卒だみたいなねうん、
おい、クロームの通知でアイテム一覧見れないって。えぐい。えぐいて。ずっといるんだけど。右下に。えぐいて。あ、終わった、ナイス。いや、マジでちょっと、めちゃめちゃ強かったな。強いな。強すぎ。なんだこいつ。びっくりした。何はしません。悪く思うなよ。でもいいね、モンハンなんか、喋りながら、できる。マジでいい。オナにできるの、できんね。うん、なんか、3週間ぶりに喋った気がする。確かに。あ、そう。ずっとガンダムとかでなんか、ね、あ、喋れなかった。できる、できるとかなんか。そう。AM 動画だみたいな、なんか、しか言ってなかったもん。おい、ない。ほなえ。ほなえ。ほなえでもでしたけど、ほなねんも懐かしいね。ほなねん。やめろ、マジで。ほなねん。あ、マジで恥ずかしい。ほんまに恥ずかしい。ゲロ吐きそう。海感じてるようなんだっけ。それはちょっともう恥ずかしいと超えて恥ずかしくないわ。ほなねん。ほなねんは何あっぱれ稲見。やめてやめて。ラジオ、ラグジオ。ああ、なんかリアルタイムでツイートしながら見てたんだっけ。うわ、あ、やばい。俺のあの昔の LINE のプロフィール画像並みに恥ずかしいわ。そんな恥ずかしい。いや、あのあれでしょ、今おちんちんどん公開のスタンプになってる万歳シェアでしょ。ああ。あれ、両サイドにいるのケロッピーちゃんじゃないよね。ケロッピーと友達。あ、ケロッピーちゃんどっちかなんだ。じゃあ、え、確か右やったっけな。あ、覚えてない。見たらわかるか。ごきげんよう。クエストリストはこちらです。ああ、ファンクス。ちょっと飲み物もありますわ。SSS。いいよ。言うてもマスターランク終わりそうっすね。ハンターランク終わりそうっすね。ああ、そうなの。お、今星7だけど。星7って多分そんぐらいじゃなかったかな。あ、もうこれ最後ラスボスみたいな。これの緊急が近いですね、多分。あ、マジ？あったけー。あったけー。マジ助かってますわ。いや、まさか玄徳さんが持ってると思ってなくて今日。ああ、モンハンを。あ、もともとユートからモンハンやろうぜみたいな誘われてたの。おお。いや、マジでいいっすね。なんかやるメンツっていうか、やる人増えて、すいません、お待たせしました。 PC を買うのに。なんでそんな急に PC買ったんですか、あれ。なんか、うん、いきなりですよね。ああ、でも、もともと、もう、あれよ、めちゃめちゃ掘り返すと、多分もう、レンリー・ディディと出会った時ぐらいに、もう、4、5年ぐらい前に、うん、俺もう PC 買うわ、つって、それが多分、専門学生時代の時だったのかな。そう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 、で、ずっと買うわ、買うわ、言うて、あ、そう言ってたんだけど、結局買ってないっていう、今の今まで。それでまあ普通にちょっと安定してきたから買おうかなみたいな。高いっすね。そうそうそう、高いしね。やること増えますね、じゃあこれから。いや、もう忙しいよ。遊びで。昔やってましたよ、なんかみんなとマイクラ。あ、そう、マイクラはそうやってた ね。 そうね、 Mac でできるから、ノートパソコンの Mac でもできてたから、そうやってたんだけど、はいはい、Windows だとね。マジ久しぶりすぎてびっくりしましたもん、この前。で、多分そうよね、ガンエボでね、多分ね。いや、マジでご無沙汰してますっつって。そう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 、ツイッターも消しちゃったからね、タイミングがなくて。そう、ね、絡む。ユートさんのストーリーでちょくちょく見れるんですけどね。ああ、上がってるか。そうね、そういえばそうだわ。すいません。ええ、はいはい。なんとか生きてました。いや、よかった、うちで。来ました、急ぎま
最高のやね。こっちはまだだ。まあね、PC 買ってくれたのはでかいね、マジで。いや、やる人が増えるのはでけえわ、本当に。9番か、遠いな。なんか見たことないモンスターがいるぞ。なんだあいつ、何なんだろう。ハテナマークだ。え、なんだろう、俺もハテナやってんの。左のやつでしょ。うん、うん、あーやべ、なんだこいつ、見に行こう。ほーんだ、バゼルちゃん。ほーんがいる。おい、こいつなんだよマジで。鳴き声めっちゃおもろいよね。ね。お前かよ。え、こいつって別にハンターランクにもいるんだ。マジで厄介勢だよ、ただ。いや、ほんま。血を投げてくるし、投げてくる。落としてくるし。不謹慎オブザイヤーよ。あれ、あ、しかもこいつ、ちょっと、マジでちょっと攻撃力高いから気をつけて。いやー、こいつも、こいつも、クソ勢。あ、ごしゃはぎね。エロッピー。エロッピー。あ、いたー。あった。めっちゃ前に全然関係ない話するんですけど、なんかそういうんじゃねえよ、すいません。で、関係ない話、あのキャンプなんか6月ぐらいだったの、私行ってたんですけど、うん、あ、さっきの、その時に、なんか俺ヒロッピーのなんかシャワー浴びてる時の写真撮って、お前のケツって絶壁だよねみたいな話になって、友達と絶壁、あ、絶壁、ケロッピーのケツちょっと絶壁じゃないみたいな話、あ、みたいな、6回見ようぜってなったら、あいつの尻ズームにしたら、あれね、え、ハニマリ見えるんじゃねみたいな、あ、なるほど、これはね、だったらあいつなんか尻の上らへんにくぼみができてて、くぼみ、俺にはないんですけど、あいつ尻の上にくぼみがあって、なんか目みたいになってて、え、ぷいぷいモルカがいるんですよね、あいつ。三つ目のアナル、霊感ある人。いや、あるかもしれない。なんか、ね、親指の、親指、そうそうそう、霊感ある、指紋がなんか目の形してたら、尻にある人初めて見たの。え、マジでクソ見せたいけど、さすがにあいつ怒るから、あいつに早く見せたいですね、会って。うわぁ、見たいね。シャワーシーン突撃タイム、いいでしょ、してぇな。あの、普通に会いてぇわ、マジで。ねぇ、久しぶりに会いたいかも。明日岐阜、明日行くわ。で、どこに行くのよ、岐阜って。わからん。とりあえず、琵琶湖集合。遠いよね、やっぱりね。どうなんだろうね、東京から岐阜って。一日にどこかへ、京都の人行くしかねえんだよ、まだ。おお。おいでやす京都やね。京都近いみたいな話、言うとこから聞いたけど。FM ちゃんとケロピー。20分だって。20分、20分か、やば、まだ源さん家から空き場ついてないじゃん。ついてないね。多分、あ、うん、家から国分寺駅までの時間かな。国分寺、すごいな、そっちの方がすごいけどな、俺からしたら。あーとか、どうなん、一人暮らしとかなんかするみたいなあれはない？あ、いつかはしたいね、1、2年後には。1年後に、結構もうすぐじゃん、1、2年使う。え、玄徳さんはしてるんすか？いや、してない。あ、してない。もう鼓動おじよ。
子供部屋バーテンダー。言い方よ。子供部屋おじさんですよ。やりたい放題の。でもね、なんかね、マジで俺の周り結婚してるやつとか以外、都内に住んでるやつ、一人暮らししてるやつあんまいないんで。そうそう。なんか一人暮らしするメリットが、相手とかいれば、相手で同棲したいとかなったら、それはなるけど、マジでメリットがないっていうか、仕事場もそんな遠くなければさ、うん、アクセスもできるし、ただ本当にね、生活費と家賃が取られるだけでね、アクセスいいすごいね。出てけとか言われたら、まあ、それは仕方ないけどさ、別に言われない限りはね、本当にするメリットがなくて。これね、エムちゃんはなんでしたいの？なんか逆に言うと一人暮らししてる人が多くて、ほんまはマジでしたくなくて、でもいつかしなあかんなっていうことで、機会があったらそれしたいよねっていう感じで、いいねその心持ち。なあちょっと機会がないのはあんまりあれかな。そのあれじゃないですか、その僕の友達一人暮らししてる人って大体都会とか行ってはるんですけど、ああそうなんだ、上京してるみたいな。滋賀県で、その一人暮らししてる子とかはあんまいなくて、そうなんじゃないかな、そうで、そのゆずさんとかたまにあれじゃないですか、週末家集まって、ああしてるしてる、あれね、クソ羨ましいって兄貴だよ。いや、ありがたい話よね、なんか指くわえて見てたわ。いやマジであれしたいね、月1回でなんかこうね、お疲れ会みたいなね、で、その次の日秋葉行って遊びに行くみたいな。すごいやん、すごいね、都会。でもなんか結構その、なんつうの、ちょっと俺ら結構普通に珍しい方だと思うよ、マジで、正直。都会結構、都会だからこそみんなだから、なんかあまり呼ばないっていう人がいるからさ、正直。あ、まあ、騒音とかあるし。集まれる周りと環境がたまたまあったから恵まれてるのか、恵まれたって感じで、ね、でも最高やな、でも最高やね、東京の家賃とかあんま見たことないけど、やっぱ高いっていうのはさすがに分かるけど、でもね、場所によるマジで、場所と駅近か駅近じゃないとか、そうね、マジで安いところだったら安いところあるし、こだわりがなければ、あとボロいボロいというか築年数が多いとか、そうだねでも多分そうね、岐阜とかに比べたらやっぱりちょっと待って、え？巣だったのか、滋賀やで、ゲンさん。え？え？滋賀？言うちゃうで。マジではさ、むずくない、ギフト滋賀。俺、ずっと間違えてた。いや、ちゃうよ。え？滋賀。滋賀か。俺、ずっと岐阜言ってたけど。いや、岐阜行ってたから、だから俺、何しに行くねんって言ってたけど。そうか、そうか。そうか、会えねえじゃん。行ってもな。あち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 しがしがおお隣やね、マジで。ニアピンやな、惜しいな。俺多分永遠と間違えるでギフトしがもちやしな、そう勘弁してギフ滋賀滋賀まあでもなんかこうやって地図で見るとあんまり遠くないんだね、なんか、まあね、そうだね、福岡と比べたら、新幹線通ってる、
ホテルとちょっとバカにしてるわけじゃなくてじゃなくて普通に。あ、でも京都まで出ないといけないんじゃない？どうなの FM ちゃん。京都まで出ないといけない。あ、そうなの、ね、京都行って、うん、で戻るみたいな。ほんまに通ってるとこがあって右上にあるんですよ、それが。え、琵琶湖の新潟より、新潟より、あーみたいな。岐阜より、岐阜より、岐阜よりの方に新幹線があるんですよ、滋賀県には。ここから1時間ですね、電車で。と一応通ってはいる。俺の目の前、新幹線ですよ。え、じゃあめっちゃアクセスいいじゃん。いや、新幹線が通ってるだけで駅ではないんですけど。あー、そういうこと。だから、撮影できんじゃん。おーね、めちゃくちゃ撮影できる。え、ドクターエアロ撮ったんだけど、やばくね。そう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 、うーってなるんでしょ。カウパーイエローやみたいな。カウパーイエロー、カウパーイエロー精子取った。ドピュー。だからみんなが京都行ったらオレンジ見えるよ、普通に。マジか。へえー、写真撮れるよ。京都に、ね、おしっこかけようかな。やばすぎ、ねね、ゲロッピーにしてが丸見えよ、マジで。マーキングしようじゃん。マーキング犬かよ。でケロッピンチちょっとやばくて、うん、ケロッピンチ、あの、リビング、リビングじゃないわ、外、何やったっけ、え、リビングじゃないな、ベランダか、ベランダ、うん、ベランダにブランコがあって、すごっ、すごっ。あいつの下に高速道路があるんですよ。ほう、うん、えって、あいつの家の下に高速道路があって、その高速道路に向かってブランコがあって、怖っ、ブランコから落ちたら、あの、下り坂になってて、高速道路までの坂になってて、一回落ちたら、多分あれ、高速道路まで滑り落ちて死ぬんすね。何ちゅうどこにトラップあんねん。いや、こんなに想像しがたい、すごい面白い家ある、うん、めっちゃ説明しづらかった、今。いやいや、でも言いたいことはすげえわかるし、いや、しかも上の階ってことでしょ、上の階でブランコあるんだ、うん、そう、危ない、怖い。あ、だからお尻に後尾があるのか。お、安全装置とかダメだよ、ね、やばすぎえ。いいね、俺死が好きなんだよね、結構。嘘つきよ、お前。どこでも好き言うてますから。岐阜でも言うやろ。国分寺も好きや言うてるし。いや、マジであるで、あの、用水路みたいな。あれ、あの、ぼちょぼちょ言うやつ。え、ぼちょぼちょぼちょぼ。いや、なら滝あるし。いや、いいね、俺、あれマジであれ好きなんだよね。え、本当に言ってる。どんどん本当に言ってます。あの音がいいんだよね。あ、でも本当にあそこはね、何回か写真撮りに行ってるけど、楽しいで、楽しいというか落ち着くで、いつでも行けるぜ。ああいうなんかこうネイチャー感じる感好きなんだよね。ああ。まだ国分寺って田舎の、都会やの。都会、まあ、東京都だけどかなり多分田舎だと思う。いや、もう国分寺伝説トークがあって、本当に今年なんだけど、なんかそれこそ土曜日の夜、その源ちゃんと俺ともう二人の友達でゲームやってた、デトバカなんかやってたよ、お前。だからその日結構寒くて、なんか寒かったなみたいな話になって、そしたら源ちゃんが、いや普通に積もってたでみたいな話して、何の話をしてんだと思った最初ね。何積もるってどうしたって言ったら、そしたらなんか俺の周りも雪積もってるでみたいなこと言ってんだよ。そう、東京では全然雪降ってないのよ。だから国分寺だけ大雪降って積もるぐらい田舎なんつ。そんなだって電車で30分40分ぐらいの距離よ、みんなとは。そう、そうなのになんか天候がもうみんな違うの。国分寺だけなんかパンクハザードのあのえぐいよね。びっくりした。だって国分寺着いたら多分気温マイナス 2,3 度違うもん、本当に。だからその、えみちゃんさ、あの
初めて犬ちゃんと会ったさ、ね、メッドライフドームあんじゃん。あるね。あそこ近いもん、ゲンちゃん近い。あ、近い近い近い。え、そうなん？いやもう電車で30分ぐらい、うん、なんか国分寺からでもう電車出てますみたいな。メッドライフドーム行ける。え、住んでるとこが国分寺よ。おー、そう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 。あー、なるほど。だからなるほど、ね、ラブライブのなんかライブがあると国分寺なんかラブライバーばっかになれて、うわー、よく、うん、えぐい、えぐいってなんか臭いんだけどこの周りみたいな。すごいな。いやあ、でも何度もお世話になって原産の地で。そうね、うん、そうなるんですけど、だからみんな結構おちんちん投稿家のみんな割とみんな実家だけど俺ん家泊まったりしてますよ。ああ、そこら辺なんや。そう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 、確かに言われてみれば、まあまあ東海寄りではないじゃないのか。まあ田舎よね。なんか電車もちょっとあれだったもんね。ああ、なんかローカル線みたいなね。そう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 。一応でかい電車通ってるよ。あ、ごめんなさい。うん、なんか特急止まるし。あ、そう、うん、すごい、マジで。なんかバカにしすぎじゃね。よくない、よくないよくないよくないよ。いや、それこそおもろかったのが、うん、俺は別に見てないんだけど、ゲンちゃんと二人で北海道のファンミーティング行った時に、なんか普通に北海道行った帰り、ゲンちゃん普通に国分寺に帰るわけじゃん、うん、そしたら北海道の空あ、羽田空港からその国分寺までずっと一緒だったラブライバーがいたらしくて。そう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 。なんならもう家の近くのコンビニまで一緒みたいな。俺がコンビニでタバコ買って出たら、もう絶対これラブライバーで、しかも多分ライブ帰りでしょみたいな人がいて、今日アタッシュケースみたいなもんじゃん。そう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 、ね、本当に旅行帰りみたいな格好の人いて、やば、運命運命。いやでも多分仲良くなれるような人種じゃないから、あ結構でかめの男性で、あちょっと多分住んでるあれが違うというか、そうそうそう、あ すまんくーってなった。さすがにね。なんかやっぱそのゲンちゃん家でお世話になってる時にいろいろおもろかったのが、そのゲンちゃんの BF の知り合いでラブライバーで、俺は知らないけど、ゲンちゃん家で泊まるみたいな時もなんかすごい、なんか何、合宿みたいな感じで面白かったね。おいいな。そう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 、追いかけましょう。めっちゃいいな。いい思い出ですよ。よろしく。切れ味をよみがえれ。憧れるな。じゃあアクアのファイナルライブ行こうぜ。しかねえだな。確かに。あ、エモ？あるのかどうか知らんけど。確かにね。なんかね。もうそろそろしてもいいんじゃない？全然。杖つくぐらいまでやらないでしょ。おばはんやん、踊ってんの。えぐいで。まだやってんのかって感じだもんね。ね、長いよね。ミューズあんな早く解散しちゃったのに。全然おちんちん同好会ラブライブサイド M で出るけどね。センターレンリリリでね。一番人気ラッキーポンチョさんで、うん、曲の題名、未来への自分へっていう。痛い痛い、根っこをマジ取りが。それだけダンスがちびったら困るけど、エグザイルいねみたいな。エグザイルのヒゲ、ヒロイねみたいな。ヒゲ上戸彩と結婚しやがってよ。ずりーよな。もうなんや。あーずりーわ。やべ
竹をぶつける。大丈夫、今日橋本環奈と熱愛バレてたけど。新田真剣佑都さん。新田真剣佑都やべえわ、これちょっと。いや、ガーシーになんかね。ガーシー、おい。アテンドしてやったよなって言われる。新田真剣佑都、お前は絶対許さねえからな。アテンドしてやったのに。それでタカから DM が来てよ。あん時あんだけ世話しちゃったのにお前あの時助けてくれなかったよな。だから晒します、とことんやります、徹底的にやります。やばいやばい、マーシーちゃん行って。新たな真剣佑都たくさんあります。かけるからもさ、DM 来ててさ友達友達あの人めちゃめちゃ下の名前で呼ぶよね。うん、そんな仲いいのか知らんけど。なんかマジでヒロ出たよね、なんか。あ、ヒロはなんかね、なんかバンドの、バンドじゃねえや、女関係でね、妊娠させたみたいな。中絶で。そう、ナイス。いや、バンドだったらもうそういうのもう100ぐらいあるだろ。うん、今更そんなんバラされてるね。それも含めてロックみたいなところ、ね、そうそういう生き方やん、もう。それが俺たちのプライド。ゴアプライドで。いや、マジでウーバーのライブ CD はめっちゃ聴いてほしい。いや、聞いてるよ。あ、聞いてる。めっちゃもう上がるで、あれはテンション。聞いてないな。聞け。あとオーラルも多分あるよ、ライブ CD みたいな。あ、本当に。Spotify で聞けると思う。あ、Spotify で。Spotify で。ライブラリに追加して聞いてください。OK。ああ。でも。YouTube Music では大丈夫ですよ。YouTube Music でもあると思うし、あるアワーでもあると思う。アワーでもある。いや、僕たちのニューシングル、レネゲーズ。レネゲーズが発売されました。ぜひ。レコ直でもあるかもしれないな。あのレコ直。レコ直好きよね。日本語なのになんか発音良すぎて片言に聞こえるっていうたかね。いじるからもう俺は。どうします、何時までやります。もう12時回ったっすけど、あれあとどれぐらいでマスターだっけ、これ12時ま、あと1クエストでキークエスト終わる。あ、じゃあ、あとでどうする、 FM ちゃん次第だけど。全然俺は任せるよ。てかこれでだって終わりやもんね。星7、あと1個やったらもう緊急クエスト出るみたいな。あー、じゃあその緊急クエストを終わらせるか。じゃあ、あ、いいっすか。うん、じゃあ最後の T-Rex、 最後じゃねえ、キークエスト最後。うん、貼りました、うん、ありがとうございます。今日めっちゃ進んだな、えぐいな。そうなんだよ、マルチ。これやばいのが、話してるとなんかいつの間にか終わってるって。やばいね。結構ありがち。ありがち。楽しいわマルチ。だからこれ話してるから、うん、何を買ったかさえ覚えてなくて。ね、みたいな。これ誰だみたいな。多分さっきのなんかよくわかんない虫みたいなやつもう覚えてないで。知らんもん。俺とえひめちゃんとそうちゃんと京介はめっちゃこれ何週もやってんのよ、あのスイッチ。ああ、はい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 、やってんのにもかかわらず攻撃パターン全然覚えてない。もう延々と話してるから。でもそうよね。うん、どうした。いや、確かに話してると攻撃パターン分かんないよね。あ、それをやろうとしてる。リピートアフターミーをやろうとしてる。やろうとしたけど。ノイズメーカーって知ってる？
あ、知ってる。あ、バンド？バンドバンド。おお、どうした？あの曲のさ、あのバンドの、うん、スパークアップ、うん、スピークアップ、あ、スピークアップか、うん、あれめっちゃ良くない？いや、めっちゃいいっしょ。あ、知ってた？ゲンさんも。俺、多分インスタで上げたで。いや、ちょっと聞くわ。いや、あの曲これやばいぞみたいな。あー、マジか。デッドポップの時になんかヘッドライナーで出てて、ノイズメーカーが、うん、で、なんかボーカルが出てきて、鼻から新曲やりますっつってスピークアップやってたんだけど、あ、スピークアップやったんだ。それも、そうで、スピークアップが別に新曲じゃないのよ。はいはいはい。そう、昔からあるノイズメーカーの代表的な曲で、はいはいはい、そう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 。でも、なんか、気をつけて。そうそうそう、なんか昨日ちょうどその、うん、俺がフォローしてる俳優の人の、うん、なんかトレーニング動画に使われて、へえ、めっちゃこの曲いいな。いや、多分マジで、多分ライブ化けするで。ライブ化けっていうか、うん、なんかあの EDM 調の歌、歌、そう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 、曲、音、いいよね。え、なんなら、なんか結構その何、アーティストのページに飛んだ時に1位の曲とかあるじゃない、うん、こうみんなが、ああ、うん、それより全然スピークアップの方がめっちゃいいなって。そうだね、そうよね、そうだよね。全然他の曲もめっちゃいいんだけど、かっこいいんだけど、たまらんよね。おお。で、スピー、そのなんかノイズメーカーのボーカル、めっちゃマスター、マサトのこと好きで、あの、コールドレインのボーカル。なんか雰囲気、なんか似せてるよ、ね。似せてる、似せてる。なんなら多分、なんかライブの時に、そのマサトがやってるブランドの服、めっちゃ着てて。あ、そうなんだ。そう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 。めっちゃ好きやん、この人と思って。で、なんか多分、あんま詳しく知らんけど、ノイズメーカーのなんか多分なんかのメンバーの人が、うん、結構なんかアルバムジャケットのデザインとか考えてる人いて、そうそう、なんかすげえおしゃれな人がいんのよ。名前はもう知らんけど。で、なんかその人が結構普通にコールドレインの MV に携わってたりしてて、あー、構成とかやるんだ。そう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 、ええー、みたいな、こんなつながりあるんだみたいな、結構嬉しくなっちゃうよね。好きなバンド同士でなんかこう関わりがあるというか、仕事で一緒になってるみたいな、いいよね。え、マジで前も言ったかもしんないけどさ、あのワンオークのさ、ドラムとかさ、あのボーカル以外の名前わかるのに、マイファスのボーカル以外の名前マジでわかんない。マジでわからん。マジでわからん。俺は本当に、なんだろう、なんか覚えられないんだよな。でもマイファスも結構メンバー変わってるからかもしんないけど。あ、そうなんや。そう、なんか最初5人でやってたんだけど、今4人だし、結構ちょくちょく変わってたりするから、うん、あんまり安定してる感じはしないよね。ちょくちょくレコチョクしてるからさ、うん、そう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 。その変わったこともあんまり分かんないもんね。分からんね。一応ツイッターもインスタもやってんだけど、あんま見てなくて、いや、マイファスは本当曲はちゃんとかっけえと思う。いやね、本当になんか王道の激しめみたいな感じ。そう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 。ちょっと最近おしゃれな曲多いけど。うん、ちょっとまた兄貴に見せる人ちょっと。兄貴にね。ちょっとね、リスペクトが。いや、マジでそのアドもさ、俺さ最初めちゃめちゃ毛嫌いしてたんだけどさ、ワンピースで聴いて、あ、いいなってなって、アドの曲も聴くようになったんだけど、一緒、うん、いいよね、そうよね、いいね。なんかあれ、ドラマの主題歌めっちゃ良くない？あ、あれでしょ、ドクターセックスのやつ。ドクターセックスの、うん、
てん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 アシュラちゃんやアシュラちゃんアシュラなんちゃらやったじゃあアシュラなんちゃらやん合ってるやんそうそうそういいよねあの曲結構好き、うん、なんか歩くスピード速くなっちゃうあれあーわかるわかるちなみに時刻を味わった設計事務所でも結構あれな、うん、あの曲流れててゲーそう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 俺しこたまも怒鳴られてる時にそういう曲流れるからさあーな、なんだこのみたいなこの状況何一個みたいななってガチアシュラの時にそう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 どういう気分みたいなでもあれじゃない逆にさそういうの怒られてない時にそういうのを聞くとなんか逆になんかおもろい気分というかさ結構それは楽しくなる雨の中めっちゃ部屋で悠々としてる感じのなんかそう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 背徳感でなんていうの優越みたいな優越みたいな浸れるねだからそれこそそのまだ見れてないんだけどリコリスリコイルの曲の、うん、ああさゆりのねおうんそれは覚えてんだめっちゃ聴いてるからねあれあの曲ちゃんといいよね、うん、あれ聴いてさゆりもめっちゃ聴いてあーマイナスとコラボしてる曲もめっちゃかっこいいしねあそう黎明ね、うん、あれいいよかっこいい結構食わず嫌いっていうか聴きず嫌いみたいな曲ああある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 あったんだなって改めて思う。そう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 。えちゃんジャンヌダルクってわかる？ロックバンドのロックバンド。ああ。ゲップ効果。出るけど、うん、俺はそれ聞かず嫌いかも。いやもう聞いて、うん。ちょっと前のロックって感じだけど。うん、あれもあれでまあ久々に聞いたけど。いい曲ばっかりだないや、本当にいいよまあ、そうここまで言うな、マジか、うん、いや、ちょっとさ、それねその好きなやつが俺があんま鼻につくやつなんだよねあ、そうなの鼻につく友達が好きでうわ、ってなって聞いてなかった聞くわ、ちょっとでも聞いたら結構その鼻につく友達とも仲良くなれるかもしんないいや、なんだろうかねジャンヌダルクジャンヌダルクもそうだしアシッドブラックチェリーとかもあそう同じボーカルがやってるのよジャンヌダルクがちょっと活動休止になってでもボーカルは継続活動続けたいからっつってアシッドブラックチェリーっていうバンドをまた作ってそれも曲作ったしてんだけどだからあれだ TM レボリューションのアビンズボーイズスクールみたいな感じよねああそう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 個人的なヤスのプロジェクトみたいな曲絵でマジでスパイエアってあれなのボーカル変わってから曲出したのそういえばえボーカル見つかったのかなあそうか そこかまだうんなんかボーカル探しますみたいな、うん、いやあ聞いたことあるジャンヌダルク月光花なあ月光花月光花あれいい曲よ。いやいいよ。でも他にいい曲もあるでたくさん。ほうほうほう。やすねやっぱ声がいいよね。声ね。いやたまらん。えもうシャイニングレイとかも。ああワンピースよね。あれワンピースの曲だけど。そうだね。そう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 。シルビアとか。シルビアトゥトゥルルルルやっぱりうろ覚えなんだよな聞いたらね分かるんだけどラブイズヘアヘアヒアいやねまだ届かなくてそう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 
あ、そう、ドールズもめちゃめちゃいいんだよな。ドールズ、ドールズ、あ、なんか前言ってた女性バンドのやつだっけ。あ、いや違う、ジャンヌダルクの曲名、あ、ドールズね、ドールズ、あ、いいね、あれなんか、なんか YouTube になんかライブ映像上がってんだけど、うん、あれマジでエグいで、女性ファンに絡みつくやつ。いや、それは多分違う曲かな。あれ純粋にもそのライブ映像が良すぎて、うん、なるほどね、なんか900万再生ぐらいされてるで、エグ。そう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 、わあ。あ、全然違ったわ。え、400万再生でした。まあ、全然違うね。え、でもめちゃめちゃいいからちょっと、うん、聞いてほしい。リンク貼っときます。サンクス。ディスコードに貼りました。こういうのすぐできんの、パソコンに。いいな。いいな。いいな、これ。そんなことよりクエスト貼れよってな。ちょっと待ってください。ああ、そういえばそうだった。あ、そうです。いや、いいこと聞いた。マジで出ました、なるはたた姫。貼ります。あ、飯食ったか。あ、ロッロックバンドの友達なんか知らんけど、うん、少ないのもあるんですけど、もともとまあかろうじて2人いたんですけど、うん、2人とも音信するんやって、うん、マジ友達なんですよね、ロック好きな。俺がいるで。いや、キュンです、キュンです。いや、今なんかエルレのライブがなんか今後期間中みたいな感じで、え、エルレライブやるんだ。なんか活動再開してるよね。そう、応募したかったけどマジ行く人おらんから、はあって感じで。しかも多分めちゃめちゃ倍率高いと思うよね。そう、なんか全国のなんとかツアーみたいな。やるんだ。マジで当たってないらしいです。いや、足らんよ、エルレイは。なんなら多分俺らより世代上よ、エルレイ。そうだね、うん、俺らの中でもめっちゃなんか軽音とかやってる人がめっちゃ好きなイメージある。そう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 、うん、本当に多分今30代後半とかがバチバチ世代みたいな。うー、出た、気持ち悪い、なんだこいつ。出ます。風の日めっちゃ好きだわ。あー、いいね、 あ、 いいね、うん、あとオータムソングとかね。あー、いいね。でれれれれれスターフィッシュ、スターフィッシュ、うん、スターフィッシュ、ジャケも好きなんだよな。お、どんなジャケだっけ。足が抜けるやつ、覗いてるやつ、ね、うん、ジターバグね。あ、ジターバグ安定やな、いいね。なんか BO3 やってた時、うん、うん、なんか好きな実況者がそのエルレ使ってる気がする。なんかクリップとかでペコラ、ペコラじゃないね。違う。誰が使ってたの、かっこ悪い。もう消えちゃったんですけど、その人なんかレブっていう人。ああ、もうどっか行って、オベイホワイトにしないかな。それ BO3 の動画上げてる人は。そうそうそう、なんか分かるよ、その気持ち。好きなそういう動画投稿者が動画投稿しなくなるのめっちゃ悲しいよね。ねえ、めっちゃ悲しい。俺マジでその俺が好きだったドッカンバトルの動画投稿者行ったんだけど、うん、あの廃人ゾーマっていう。ああそう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 、ガチでもうある日を境に一切上げなくなっちゃって。へー。
もうなんかその人が使うフリー BGM めちゃめちゃ落ち着くのよ、なんかでみたいなね。あこれがもうなんかなんだろう、もうめちゃめちゃ落ち着く BGM だし、いい動画だし、ちゃんとそう、あー恋しい、参考になるよね、ちゃんとね。でその人が金の微糖が好きなのよ。めちゃめちゃキャラの解説が長いから、ちょっと一回金の微糖失礼しますっていう名前なんだけど、それも好きで、マジで俺も金の微糖買いに行ったもん。好きすぎてね。そうめっちゃいい。だからその人があげなくなってマジできつかったもん。マジかみたいな。うわそう、本当に音スーって消えたよね。気づいたら、あれ全然上げてなくねみたいな。なんか最初あんまり人気なくて、なんかそれこそそんなに見てる人なくて、ドッカーバトルが周年とかなってて、あそうユーザーが増えてね、その人の需要がめちゃめちゃ上がって人気が出てきて、やっぱなんかアンチとかも増えるから、あそういうのがしんどくなっちゃった。なんか普通に仕事もしてる人で、そう動画投稿一つじゃないみたいな。なるほどね、しょうがないな。でなんか動画投稿主同士でなんか結構長いことがあったりらしくて、こういうのは辛いな。マジで行けー、なんかすごいな、こいつ戦いにくすぎるっぴね。なんだこいつ、ナイス、いいね。なんだ、おー来た、おーなんだなんだ、金玉攻撃しろ、金玉、オッケー。あ、落ちちゃった。勝った、なんで、私のとっておき。そうか、エルちゃんエルレレも聞くのか。エルレめっちゃ好きっすね。エルレ聞くなら、なんだろう。いやでもコールドレインはな、聞いてほしいけどな。え、なんすか、コールドレインっていうバンド聞いてほしいんだけど。あ、めっちゃ好きっすよ。あ、めっちゃ好き、好き。あ、本当に。でも、さすがに玄徳さんぐらいまで聞いてないと思う。ああ、どうだろう。俺もそんなになんか曲名覚えてないからあれだけど。どうなんだろう。マジで、専門行ってた時なんかめっちゃロックバンドめっちゃハマってる。俺聞いてたんですけど、めっちゃ好きですね。いや、かっこいいよね。かっこいい。外れない感じあるよ。どの曲も。マジでいい。なんかどんなバンドもさ、なんか一つのアルバムになんかちょっとこれはスキップだなっていうのがあるんだけどさ、そうあんまりないよね、コールドレインは。コールドレインは本当にないね。なんかバラードもなんか結構いい感じ。そうちゃんとなんかロック入ってるなみたいなあるけど、あとジャケもめっちゃおしゃれでいいし、いやいいよね。かっこいいね。なんつってもやっぱりバンドのグッズはめちゃめちゃかっこいいんすよね。あ、そうなんや。そう、コールドレインは多分本当にちゃんとかっこいい。なんなら最近しこたま買ったし。マジで知らんかったな。そう、バンドの T シャツとかロン T とかかっこいいんすよ。言ってることだけ。あ、マジでそれで思い出したけどさ、ごめん、ちょっとバンドの話じゃないんだけど、アニメの話なんだけどさ、俺めちゃめちゃチェーンソーマンとかさ、そのブリーチとかめちゃめちゃ第一話、うわ最高やったわって思ってさ、次の週楽しみにしてたんだけど、俺まだなんか全然見れてないっていう。見たいと思うんだけど、なかなか見れないっちゅう、なんか
テンションが落ちてしまってさ。そうそうそう、あるあるじゃない。まあ、なんたら更新されてるのかどうかも知らないみたいな。あるよ。曜日感覚はあるけど、なんかもう1週間もあったのみたいな感じで、見たいんだけどしんどいっていうのがなんかあるんだよね。そうそうそう、ね、30分拘束されるからね。俺それで無理やり鑑賞会して見てますよ、今ガンダムで。あ、いいねそれ。うん、それはマジでありな。ただその土曜日に見てるんですけど、うん、日曜日に彗星のマジやってるから。あ、タイミングが、タイミングがね、ネタバレがすごい。鑑賞会ウォッチパーティーでと。そう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 、ディスコードの配信で。あ、見れんだ。なんかね、あれクロームの設定でいじれたらなんかできるんですよね。え、そうなんだ。なんかのチェックマーク外したらできるみたいな。クロームってやつの Google の。そう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 。めっちゃいい。じゃあ HNEXT も鑑賞会できるって思う。そうか、できるできる。やったやったやった。一緒に同じ AV でシコロっていう回か。ちょっと黙るかもしれないけど、勘弁してくれ。いや、ちょっとペチャペチャ音が鳴るかもしれないけど。いや、なんですぎやろ。いや、すぎやろ。ちょっと激流走やろ。あ、どこにあるの、このタイミングで。激流走いいっすか。激流走いいっすか。いや、ごめん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 、ガチ意識してなかった。これ何。ああ、それこうやればいいのか。あいつがこっち来るからよ。なんか金玉飛んできてる。やばい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 。おー、届かないわ。研いでるんですけど。お、今じゃね、いきます。いってんじゃん。いってあ、当たった。おー、すごいすごいすごい。当たって当たって。いい感じ。あ、継続ダメージなんだこれ。あ、強い。全然弱ってる様子ないけど。タフスキンこいつ。もうなんだ俺、ほっといた。い全然攻撃ポイント。ギャイよー。やーん、攻撃するタイミングどこ。おお、だ、眩しいよ。難しいですね、このモンスター。ちょっとむずい。いえ、あ、ゴマ引った、死ぬかも。まずい。オッケー。あ、大丈夫か。ナイス。おお、ナイス。いてー。おお、強すぎこいつ。なんだこいつ。あ、ピヨった。なんですかー、やられてっかどうなんてやめてくれ。ほんまそれや。なんだこれ、なんか落ちてるけど。剥ぎ取れんのかな。あ、剥ぎ取れんじゃん、尻尾じゃんこれ。え、いやー、すんげえ。シューティングゲームのやつやばい。危ね、ゴッドイーターやん。えへめちゃんがこれまでやってきたソロゲーで、うん、これはマジで良かったなってやつある。あ、ドラクエか。ドラクエかな、うん、でも、うん、ブレイはおもろかったよ。うん、言ってたね、ゼルダ。うん、あれおもろい。あれはね、なんか珍しく一人でできたな。おお、一人のゲームってマジで手つかへんけど。うん、よかったな、あれ。いいね、なんかそういうの。なんか、なんだ、なんかこれ。おお、なんだこれ。あ、なんか落ちた。ナイス。
おた？てか。ああ。ああ。ああ。どうしたん？ああ。ああ。エッチネクストって思い出したけどさ。うん。最近ちょっと女優ものじゃなくて。素人もの？素人ものにハマってまして。うん。素人図鑑シリーズってあるじゃん。うん。それで結構。この子めっちゃ可愛いやんって思って。そうなんだよ。そうそう、だから素人図鑑もので言えるものは、うん、絶対に女優名を見てはいけないっていう。あ、女優名って書いてあったらね、それ素人じゃないもんね。そう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 、いや結構ね、もうめちゃめちゃ可愛い子見つけた時は本当に嬉しくなっちゃうよね。なんかこう宝物が増えた気分で。うん、うん、もらっていくぜ。前ちゃんとマイリスに入れてね、マイライブラリーね。そう、追加して、うん、視聴してもらって。もらった。それじゃいただくぜ。でっけえアナルできてるけど、なんだこれ。なんかこの後に戦うやつもあるんだよね。あ、本はなんだ。そうそうそう、まあ、別にこれクリアしたらマスターいけるんだけど普通に。一応これで一区切りか。そう、この後にランクごとになんかできるクエストがあって。ああ、トラジーみたいな感じなんだ。そうそうそう。あ、待って、これでなんかあと一個なんかやんなきゃいけないんだっけ。ムービースキップした方がよろしい。高野凛じゃん。この下か、あいつか。不言。まあいいや、とりあえずスキップスキップ、うん、いや、いいな、結構進んだな、今日。いや、えぐいで、助かってます。ありがとうございます。いや、ナイスです。はい、次回いつやっちゃいますか。いつやるのか、俺はもういつでも。うん、だね。うん、今週は金曜無理なんと、来週は金曜無理なだけかも。あ、じゃあ、明日やっか。お、いいね。OK。明日またじゃあ同じ時間ぐらいの集合だ。OK だ。OK。まあ、もしかしたら、ジャッペーもいけるかもしんないからね。うん、またジャッペーも。寝たらすまん。寝たらまあ、切腹JP がまた無事切れるで。やべ。もうリーチよ。マジで怖い。怖いよー。わーん。じゃあまた明日。お願いします。はい、はい、はい、はい。今日は楽しかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。オッケー、いや、ほなねん。おにゃんね。あ、いいね、FB ねえわ。ジジー、じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。おやすみなさい。